疲れです。眩しいよお前。すいません。ふざけんなよ。お疲れです。あれ高木君お疲れ。お疲れ様です。眩しくない。それは眩しくない。うわすげえ眩しいよ。おいおい、なぜか眩しくないね。はい、清水大会の帰りです。いやいやいや、本当に清水大会の帰りですよ皆さん。おい、なぜかじゃねえよ。誰ですか。それ俺のサングラスじゃん。いやいやいや、いや、お前の、ね、じゃサングラスどこって名前書いたんだよ。いやぞ、もうお前小学生じゃねえんだから。どこに名前書いてんだよ。ここに立花って書いてある。3年 B 組立花って書いてある。残念 B 組じゃねえよ。お前もうそんな小学生みたいなこと言ってんじゃねえよ。いや、返せよ。お前とお前と先輩に、先輩にお前って聞き口に聞けたらおかしいだろう。そういうの持ち込んでくんじゃねえよ。そうだろう、そもそも。なんでそういうの今持ち込んでくんだよ。違うのかお前。お前、お前その学園の時にお前、じゃあ明さんに、おおめえや、野上やって言って、言って教わってたのかって。やっぱあの時は俺は猫かぶってたから、その時は俺はあれだよ、あの先頭のことをちゃんと明さんって言ってましたよ。なんだそれ。で、それでやれよ、ちょっと今。なんで猫かぶんない。今それでやれって話だ、お前。先輩と後輩の関係は変わらないんだから、お前。その口の利き方がおかしいだろって話だろ。なんでお前取り始めて初っ端の俺が説教されなきゃいけないんだよ。いやだからそうだって。お前呼び出されてよ。お前俺がじゃあ近藤さんに「おい近藤」って言わねえだろお前。俺言った場合お前一回言ってみろよ。すごいの来るよ。それ言ったことあるわそれ。何度か何度か試みたことあるわ。どう拾われた。お前なんでお前先輩後輩俺お前 の俺は先輩だってプロレス界の先輩の割り大学の先輩なんだよっつってなんかご原稿つかなったわ。一生変わんねえって言われてたよな。逆転することはねえ。お前もしかしたら奴隷以下だからそうだね、1年生大学お前4年生はもう本当あれなんだろうこの、ね、いっぱいあるのよ。王様とかこう4年生と1年生でそうだね。近藤さんは俺が1年生の時の5年生だから。あ、もうじゃあ卒業しちゃってるもうゴッドだよ、ゴッド。ゴッドなんてもっとだよ。俺からしてる。俺一年生だからもう得た日にみたいなもんだ。どんな大学だよそれ。久々に聞いたの得た日に。得た日に。得た日にみたいな。近藤さんもゴッドだよ。だから神の神を神を神の上だよもう領域だよもう海王様と海王様。海王様と得た日にってどうなってんだよ。そのぐらいの差があるから。ドラゴンボールの世界と社会がひっくり返す。下克上できねえんだよ。いや近藤にはよ。それでも下克上するのは見てんだよ。そいつらはそれでも下克上する姿を見てんだよ。近藤にはよ。そんなこと言えねえんだよ。今言ってんじゃねえかよ。今いねえから言えてんだよ。これ見て、おい絶対あげん、近藤にあげんな絶対。マジでこの気持ちは絶対じゃねえかよ。イカれちまうよマジで。イカれちまう。この武藤さんと絡んだ時にちょうどお前言ったか武藤って。いやもうあの人はあの人、あれだぞ、レッスルワンで一番俺と関わりたくねえと思ってるさ。お前でも一番最初に行った時ビビってたの。ビビってねえよ、別に。あれでも冬別でトークショーあったよね。俺はトークショーの時どうだったんだ。俺見てねえからちょっとよく分かんなかったけど、どうだったんだ。もう、あんな3対1のなんかどうだったんですかあれ。ビビりまくってました。ビビってんじゃねえか。ビビってねえよ。そういう感じを見せてやろう、たまには見せてやろうかなって思ったんで。わざとね。そうだよ。俺ビビることなんかそうそうねえよ。ビビっとるやん。ビビってねえよ。あんなお前あんなやつビビるか俺が。なんで黙ってた。変な間ができるぞ。なんで黙ってた。じゃあちょっと武藤さん電話しろよ。いや知らねえよ。してみろよ。電話番号知らねえ。出ろよ。じゃあ教えてやるよ。いいよお前もうやめろよバカ。もういいよ。いや電話してみろって言って。じゃあなんで電話しなきゃいけない。だってビビってないよ。だから俺出てこいよって言いやがって。そんなお前ヤンキーじゃねえんだからよ。お前ヤンキーじゃねえのかよそれ。俺はヤンキーじゃねえよ。俺は何なんだそれ。この素を出してるだけなんで。その周りが勝手にヤンキーだろなんかチンピラだなんか言ってるだけで。俺は全然そんなつもりはねえからよ。お前素出してるってそれじゃどういうつもりでやってんのそれ。どういうだからもう。ありのままの自分を出してんだよ。だからじゃあまあ本当だな、本当だなお前。じゃあ小学校とか中学校のアルバム見せてみよう。だから小中高全部猫かぶってたからよ俺は。なんでこのタイミングなんでこのタイミングでこう猫あれしたんだよ。それはあれだよ、もう学院の教えだよ。学院の教えあれだよ、野上明の教えだよこれが。
リング上で全ての感情をもう自分の中にある全てをさらけ出せって。じゃあ、つのこちゃんに電話して。やめろよ、もういいよ。大丈夫、大丈夫、俺の電話出ねえから。バカ。それでややこしいじゃあ、なんで電話すんだよ。え電話出ないんだよ、ほんと。そう、自分で言ってて寂しくねえのかよ、それはよ。えほんと、ほんと、仲間が。もともとチーム組んでたタッグパートナーが俺電話しても出ねえからよって電話するやついるかよ。待って待って電話も入ってねえよやべえじゃねえかよ。新東弁出てきてる。電話も入ってねえじゃねえかよ。これどおい高速どうするどうなってんだ。飯どうする飯。じゃあもう立花先輩飯どうする飯。立花先輩やっぱ 肉だな。女じゃないですか。女じゃないですか。女は飯じゃねえ。飯食った後って行く。デザート。そうだよ。本当に女に行くじゃん。いやだよ、それはお前あれだ。いいんすか行って。行かない、行くよ。行くっすか行かない。今日何人抱くんすか先輩。立花や、先輩。いっぺんに5人抱いてやるよ。あ、行った。大丈夫っすかこれ。すごい。これ大丈夫っすか本当に。本当に。お前編集しろよちゃんとやっぱりちゃんと編集しろよ。プライベート的なものこれ今に近いの1幕で5人って言う入れんだよお前やばいですよ絶対これ生放送じゃない。いや編集しろよちゃんとお前さすがっすね先輩モテますっすねおいうわ女5人も1日に抱いたことねえやうわすげえっすさっきまで先輩さっきまで先輩公演の関係失敗しろとか言ってるじゃねえかいやいやいや手の入れ返しだよこれが違います違います先輩いやもうだって女俺5人も1日抱けないですもん本当。いやもうそのもうそのあれはもうそれはあれどっか誰かが言ってた負け犬根性だよ完全に負け犬根性。それオーナーじゃねえかお前。オーナーが言ってることじゃねえかそれ。負け犬根性だよそれはもう完全に。いやそれは負けちまうよだってさすがによ。いやもうどんなやつでも俺は一晩に5人抱ける男なんだって思うことが大事なんだよ何事もそういうことなんだよ。何事も俺はできる。俺はもう1日で5人や10人抱けるっていうもうそういう精神が大事なんだやっぱり結局、まあ、その話どうでもいいんですけど道場のあるある話はないのなんだよ道場のあるある話っていやお前だってお前ら若いやつらどうせあれだろ同じところで釜の飯食っとんだろいやあいつはお前もう誰がちゃんこ作ったんだそれはもう今日一番下のやつだ今でいうあれだなあの今メキシコにいる藤村の弟のやつだな今練習生の坊主のカイヤあそうだな、はい、あいつのちゃんこうまい誰のちゃんこうまい、まあ正直一番うまいっていうより一番ズバ抜けてまずいのはホンダのちゃんこだなズバ抜けてまずいぞあれあそうもうえ何どう作ったのこれっていうぐらいまずいぞあれむちゃくちゃまずいでも野菜入れて味付けするだけでしょその味付けがやばいってなんかもう何ちゃんこすらかもわかんない味付けなんだ雑巾入ってんじゃんいや本当に雑巾の前に絞ってんじゃねえかなっていうぐらいあお前らだったらまだ水炊きの方がいいわそうだねだって茹でてポン酢につけろよ何も入れなくていいわっていうぐらいなんかもうなん醤油でもね塩でもね味噌でもねキムチでもねなんだこれカレーもなんか、バカみたいにニンニク入れるからなんかあんなにまずいカレー作れるのかっていうぐらい人生で食ってきたカレーの中で一番まずかったあいつが作ったカレーって大体もうあれだぞカレー粉入れたら大体もうカレーの味しかするあいつカレーのルー入れたらねあいつカレーのルー入れてなんか隠し味っつってニンニク入れんだけど隠せてねえんだよニンニクが量多すぎだろカレーの見た目カレーのニンニクなんだよあいつのカレーじゃああいつに今度ニンニクのみでちょっと料理させてみろどうすんどうなんだよニンニク鍋筋肉マン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 好きかお前多少お前筋肉マンみたいな顔しやがってお前どういうことだよ筋肉マンみたいな顔しやがってって筋肉マン出てくるお前あれだよ誰だよよくわかるラーメンマンかお前ラーメンマンは当初だろラーマン強いお前のじゃあお前の顔の形だよ輪郭お前それはそんな長いのそれはディスリだよお前ディスリラーメンマンだわそれはもう外中って書いてあるわふざけんなお前やめろやめろ中って書いてあるそれはお前もう外形をディスリとラーメンマンはとんどころだろ完全に目細いしないついやだめとんどころはね顔はね長くないからいや顔細長いのそんなこと言って俺目細くねえよ
ラーメンマンじゃ目細くてあのクルクルクルってなってるやつだ。でちょっと目つぶすわまず。なんか前目つぶしたらつぶすお前武装すぎだろお前。目つぶすわってお前そういう感じじゃねえのかあのしないとか思ってんの。お前バカ俺はお前今日から俺突っ張りますみたいな感じじゃねえかそれ。今日から俺はみたいなお前あれだろプロレス界入ってから突っ張ろうとしてんだろどうせ。ちげえよなんでプロレス本当のお前別の意味のプロレスデビューしてるっていうのか俺が。どういうことですかそれ。わかんねえのかお前。高校デビューとか大学デビューとかあんだろ。はい。それだからプロレスデビューは本来選手としてデビューするってことだろ。ああまあそう、ね、お前が言ってんだその別の意味のプロレスデビューだからそういうことだろ。今日から俺は的なってことだろ。いや全然わかんないじゃん。わかんねえんだよ。理解よ。お前なんでわかんねえんだよ今の説明でよ。でも100人見てたとしたら100人わかる。絶対。いや102人わかってほしい。意味がわかんねえ。100人しかいねえのにどこから出てくんだ102人が。お前言ってたでさ気持ちでさ。負け根性と一緒だよ。お前言ったらわかんない。100人って決めちゃって100人だったけど100人っていう気持ちじゃなくて気持ちとして102人に伝わる。じゃあせめて102人じゃなくて1000人ぐらいにしろよ。いやそこなんで102人だったら最初1000人って言っちゃってるからだ。そこのもう気持ちとしては俺は1000人ぐらいには見て分かってると思うけど俺の気持ちとしては1002人に伝わってるよ。なんなんでその人だからそれだけその限界を超えてるってことを。いや、まあ、そういうことじゃないのか分かるけど それは違うわ。全然もうこれは違うわ。もう全然話すのバチが分かる。ふざけんじゃねえよ。全然こんなに全然話の意味がずば抜けて頭おかしいぞレッスルワンで。もうイケメンが一番頭おかしいと思ってたけど日になんねえくらい頭おかしいぞ。なんだお前先輩に対してもしてんの。これはもう日になんねえぞ。ふざけんじゃねえよ。イケメンの日になんねえくらい頭おかしいぞ。イケメンよりバカってどういうことだ。いやもうやべえ。ふざけんじゃねえよ。やばいぞあいつとは。いろいろ割と話す機会あるけどまだあいつの方が物分かりいいぞ。いやいやだから違うんだよ。何が違うんだよ。だから違うんだよ。まあ、お前が勝手に決めつけてることが正解ではないから。いやそれはそうなんだよ。近藤さんが言ってただろ。この世界だってお前が勝手に作り上げてる世界であって俺の世界とお前の世界違うわけよ。ってことは俺の世界はお前が100って言ってる中で102人言ってもらいたいっていう世界なの。お前の世界は100人の中で100人でした。でも今ここはさ、うん、交差してるわけじゃん。そやの世界と立場の世界が交差してる。どっちがいいのか。だったら俺はもう世界がこう別々って思うんだったら最初からこう付き合うのは良くねえと思う。じゃあまずいやいやいやこれはもうまずそこはやっぱり負け犬根性。なんでだよ。これは負け犬根性じゃない。これはもう完全に自分のもその世界を押し付けようとしてる。それはもう最低な人間だよ。いやいやそんなことない。いやいやそこでお前が俺を最低と決めつけてしまってる時点でもうこの世界がもうおかしい。世界がおかしい。世界がおかしい。そうなってんだよ。世界がおかしいってなんだよ。お腹空きすぎてちょっとよくわからない。そうだな。ちょっと一回飯入れないとダメだな。先輩いいですか今日こっち。さっきまでよ、お前先輩後輩がどのコーナーって言ってたやつが、お前よく言えたな。いや、先輩っすね、待ってなんでだよ。今敬語使って年齢を敬語使ってたら先輩おめえよって言ってたんだよ。いや、待って、じゃあ先輩がまず年齢いくつだよ、お前。あ、34です。俺、21だよ。じゃプロレスデビューはいつだよ、何年だ。2007年です。俺、2016年だよ。でも、それはあくまで数字だから。お前じゃあ今日言ったじゃん、なんで言ったって。なるほど。だってもう敬語じゃなかったじゃないですか。だから先輩なのかなと思いました。さっきこの車の中ではもう先輩ですよね、やっぱり。なんでだよ。今日もうお腹空いちゃったんだよ。お前。そうそう。後輩におごるってのはやっぱ大体先輩の。てか何食べる？鉄食ですよね。さっきな。先輩ですか。特上のお寿司とか。お寿司特上。俺生も食えねえから。お前生も食えない。牡蠣とか食べたいんですか。ふざけんなよ。食えねえもんじゃねえか。生も食べないの本当に。生も食べないんだよ。ああそう。生もじゃあえお寿司屋さん行ったのじゃないか。卵といなり寿司茹でたエビとか。カッパンですか。カッパンを食うの。ナスビは食わないですか。ナスなんかねえだろうがよ。ナス D みたいだな、お前。
なんでナス D って。顔の形がナスみたいだな。そうよ、それでナスって言われてんじゃねえよ俺。違うのか。あの俺がいつも着てる紫のスーツが紫色だからナスって言ってんだろ。いつも着てるけど今着てない。あ、そうなの。なんで着てないんですか今。じゃあごめん、一応あるよちゃんと。うわぁ、じゃあバカ違えよ。なんで着てないんですか先輩。うわぁじゃねえよ。うわぁ、竹刀とか持ってないんですか。竹刀お前バカ、こんなお前今竹刀持ってたらまずいだろ。いや全然大丈夫だと思いますけど。腹立つ、お前腹立つわ。ここずっとばかり攻めてきやがって。だってなんか稽古使った方がいいのかなと思って。やっぱふざけんなお前。絶対そうですよお前。今日手抜きですか。手抜きじゃねえよ、ちゃんとだスーツもあるよ。普段はあの格好しないんですよね。してるよ。お前バカだから。今日は勝負じゃねえもん俺。あれは勝負服だから。俺が勝負と見た時はあの服だよ。でも先輩さっき言ってたじゃないですか。何、俺は毎日一日行ったりとも勝負ごとで行ってねえだろうがよ。あの毎日が勝負だっつって。誰が言ったんだそれは。いや先輩っす。どこでだよ。お前ら全部見てるか、見てるやついるか。お前全部見てたらそんなこと言ったらって分かるよな。もうこれがあれだよ、イケメンと比になんねえとこだよ。いやいや、比になってねえよこれは。比になってるとかなってない問題じゃなくて、先輩言ってないですか。だから言ってねえだろ。俺の顔見てみろよ。これはもうお前やべ、パンチドランカーだこれ。パンチドランカー。これはもうパンチドランカーだぞ。少々でさん。やばいっすね。ちょっと病院行かないと。本当だよ。病院行ってこれよ。ちょっと病院代出してもらっていいですか。お前なんだよ。先輩とかじゃなくてもさ、お母さんとかじゃねえかよもう。治療費ごっちゃし。お母さんとかじゃなくて、やっぱ先輩がやっぱ後輩の面倒見るとはいけんので。いや、病院代はあるだろう、会社が出してくれる。これでもし俺そのままになっておかしくなったらどうするんですか。おかしくなった。知らねえよお前。俺なんで俺がどうするんですか。先輩、それこそ、それこそじゃあ神様に言えよ、お前にとっての。誰だろう、神様。だからあれだろ、副社長だろ。近藤か。さっき神とか言ってたくせに。いいよお前。いや、言ってねえよ、そんなの。ゴッドだって言ってたじゃんか。俺の中でゴッドはもう、辰馬先輩。どうなってんだよ、近藤なんかもう得た日にいいんすよ。マジで。副社長見てるか、副社長。副社長じゃないです。もう今からもう、辰馬先輩ですから。時代は。時代はもう、しょうがないですよ、もう。じゃあ俺はレストラン乗っ取ってやるからよ。あ、お願いします。お願いします。ありがとうございます。いつまで俺のサングラスつけてんだよ。え、これだからさっき言ったんですけど、これ名前書いてないんだよ。じゃあお前先輩の言うこと聞けよお前。あ、いや。じゃあ。あ、これそうやって書いてる。書いてねえだろお前よ。どこに書いてんだよ。ここに書いてる。どこだよ。そう。全然見えねえ。お前危ねえな。お前目つぶそうとしてきてんじゃねえか。ここでラーメンマンにしようとすんじゃねえよ。おい、お前今ラーメンマンに真ん中剃ってさ、ここだけ伸ばすよ。そのお前完全ラーメンマンに、みたいにしてや、ラーメンマンにさせる。眉毛全部剃るから。眉毛全部ラーメンマンじゃねえよ俺は。もうちょっと長いからここも全部あれだな。三つ編み、これいらんわ。よっぺ行ってよお前。お前一番だバカ。これいらない。いってバカ。お前これいらない。先輩だろお前。先輩なんだろ。やべ先輩。やべやべじゃねえよ。お前先輩の髪の毛引っ張って先輩のサクサつけて。先輩だよ。先輩やっちゃった、すいません。ふざけんな、目つぶそうとしてきやがって。スカッとすか。スカッとだお前これは。まあじゃあ同情者全員でやりましょう。ふざけんな。もう罰ゲームなんで、すいません。やりましょう、やりましょう。ふざけんなよ。スカッと旋回、もうやりましょう、もう。お前なんて。あいつらでもやった方がいいな。あいつらでもやった方がいいな。やることねえしな、どうせ。お前、あれだな、じゃあ次から、あの、復帰するときは顔に、あの、歌舞伎みたいなペイントして、モンゴルマンにしろ。なんで、ラーメンマンじゃねえんだよ。まあ、知らんのか。いや、モンゴルマン知ってるよ。あれだ、バッファローマンとタックンのやつだろ。そうや。2000万パワーズだろ。その中身誰だか知っとんか。それはラーメンマンだろ。なんで知ってんの。いや、それ多少は知ってるよ。どこまで知ってんの、言ってみろちょっと。どこまで知ってるってなんだよ。ほんと、出だしからでいう筋肉マン。出だしは俺全然知らねえんだよ。なんで知らねえんだよ。もともとは筋肉マンはオリンピックから始まってとかな、あるだろ。あるだろ、怪獣を倒すんだろ、最初は。
まあ、もう地球に来るやつら、そもそも最初のはもうギャグ漫画や、まあそうだな。で超人オリンピックだろ、そう大人じゃないで優勝すんだろまず、うん、で第2回戦も優勝すんだろ、2度目のその漫画の中での2度目の超人オリンピックはもうウォーズもね、そうだろ。で次はあれだろ、悪魔超人だろ、うん、知ってるよ。であいつらが組んだら、あのバッファローマンと仲間たちがよ、え仲間たち、あのあいつらだよ、あのステカセキングとかよ、愉快な仲間たち、そうだよ、バッファローマンと愉快な仲間たちが組んだろ。お前はどこで出てくるの？俺はあれだろ、残虐超人のドンだろ、要するにドン、ブロッケンと戦うんだろ、ブロッケンとブロッケンマンと俺は。ってことお前あれか、ホークの頭させ、ふざけんなよ、そうだよ、王子はなるだろ、うん、あのベアクローだっけ、うん、そんなんだろ、一回刺さんと、いやお前もう頭おかしいだろ、いやだってラーメンマンだろお前、じゃあお前は何なんだ、お前誰に似てるって言われる、俺シャネルマンや、シャネルマン、まあ、知らねえぞシャネルマンなんか俺は、まあ、知らんやろ、だからサングラスしてんねん俺は。どういうことだよ、シャネルマンって誰だよ、教えてんない、なんだよお前、もうなんだよお前、これ何だったんだ今までの何食べる、とりあえず何を食うか、何を食べるか、そしてあれはね、これナビしてくんないと、やばい、あれ何食うんだ、もはや高速すら乗ってないんだよ、どうすんだろう、どうすんだよ、早くしてくれよ先輩。で今もはや俺どこへ向かってるのよ先輩。お前いきなり手出すんじゃねえよ。違う、揺れたんだもん先。お前行ってよ、お前揺れた、お前バカ、ごめん行ってよお前、目に入ったぞ、ごめんお前あ、これ目がラーメンマンみたいになってる、お前行って、目がラーメンマンみたいになってるやないか、なってねえよ、なってるなってる、お前やったな、行ってよお前、大丈夫かバカ、なんだよこれ違うなの、さっきんだよ、ほら目、これでとりあえずで治療できました、治療でもなんでもねえだろうがよ、ふざけんなよ、どこが治療なんだよ、どうしますか、肉、お、ちょっと探してよ、この周りあたりで、その先でなんかねえのかよ、有名な、え、だからもうナビしてくないと、この車、社長の車ナビ使えないんだよ、なんでだよ、よく見てこれ、見てこれ、おい社長、社長直感で動くんだよ、社長失格だろそれは、ああ言ってやろう、いや直感で動く社長ダメだろ行動は、でも社長携帯でナビしてたから、ああまあそれだった、スマホでナビやろ、これ今どこなんだ一体、わかんねえ、まあ、日本だよ、いやもう間違いない、確かにそれは合ってる、でしかも俺方向が合ってるかどうかわかんなくずっと住んでんだよ、君たちやばいこれ、お前大阪のってたらどうすんねん、そう、そしたらもうあの1週間ステイってことでね、あ名古屋までっていうことはやべえな、いろいろとやばい、先輩ちょっと新幹線でもらっていいですかこれ今どこ、富士市だな、おじゃあもう近づいてるね、東京には、富士、そうだな、富士サファリパークっつね、触り込んで言ってお前だから目に入んだよお前の攻撃なんで目に入んだよこんな、ふざけんなお前、視力を奪おうとしてるの、しかも右目にしか入んねえじゃねえかよそれは右側にサイクがいるから、言ってお前ふざけんなよ、勝手に一人で喋って勝手にお前ぶん殴って、はい、なんだお前すいませんでした、ごめんなさい先輩、ザキシだろ、何食べる、富士市だろ、そうだよ富士市、今度ちょっと電話してみ、富士だからね、今度ちょっと電話してみ、神様なんだろ、お前の料理は神様、おすすめグルメは、うちも先輩が、問題は9時までにね、そのやってるお店に行かないとほとんど閉まっちゃうんですよね、ね、はい、大体10時になったら気をつけないと、これあれだよ、コンビニ弁当とかね、一番上が日の出酒場源さん、肉で調べたら富士肉で百貨で百
違う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 、あのもうちょっとさ、もうちょっと肉で雑に調べないで、もうちょっとあれじゃない、もうちょっと肉の料理名とかきちんとちょっとステーキとかねえのか、さっきステーキ食ってやってさ、じゃあ ステーキでいいのかお前ら、ステーキ爽やかとかしか出てこない、大丈夫かステーキで、でも群馬とも富士の爽やか行ってみる、また富士の爽やか行ってみます、分かんない、ただこの時間が混んでそうな気がしますね、10時ぐらいまで混んでんじゃないですかね、一番最初出てきたのはステーキガストだぞ聞いたことあるのそれ、俺も全国にあるだろこれ、うん、あそうだ、俺がお前バイトしてたところの兄弟店だよ、そうなんですか、立花さんガストだ、俺はガストだった、もうちょっとあれだぞ、あの店決めてほらナビしてくんないと、あれどうすんの、このまま俺もこの道が正解かどうかすら分からないのにさ兄貴お願いします、どうすんだよこれ、なんどう調べればいいんだよ、兄貴お願いします、兄貴富士市ステーキでいいのかとりあえず、兄貴お願いします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 、お前怖いの、お前手離せお前、それ兄貴今日手抜きっすか、手抜き、うわまた手抜きじゃねえよ、あの紫のはどうしたんですか、あるよちゃんと、だから 今手抜きっすか、リング撤去してすぐ呼ばれたからこうなったんだよ、ニコプロ舐めてんすか、舐めてねえおめえなんだお前、手抜きは手抜きは良くないな、そんなこと言ったらお前なんかワイルドっぽいのあんのかよ、これですよ俺とこれそれは俺んだろうがよおめえこそよっぽど手抜きじゃねえか、俺のもん奪い取ってよ、いやだからさっきから言ってるけど名前書いてないんだからさだからお前そんなもんさ別に言われてもしょうがなくないし、それ30いくつになってそんなこと言ってお前恥ずかしくねえのかお前、はい恥ずかしくないですけど、なんでだよ、何か開き直んじゃねえよお前、恥ずかしくないですもうお前揉めた話してもだ、なんもだだお前、早く調べてください、調べてるわお前、口動かす前手動かしてもらって小学生が怒られるパターンだぞこれもう僕全然進まないじゃないですか先輩、ステーキハウスブロンコビリー却下でお前おい、じゃあお前調べろよ、なんかねえのかよ、俺ワイルドなんで携帯なんか持ってねえよすげえ、さっき携帯いじってたねおい拾ったやつ、拾ったやつ、知らないやつ、知らない、ロックかかってんだじゃあお前なんで電話するっつって調べたじゃねえかよロック解いてあれ電話番号巻いてねえやつやじゃねえかよよく覚えてんよく覚えてんじゃねえか当たり前だよ、なんだよそれは、どうなんだお前覚えてワイルドとしてどうなんだそれは、いや私頭悪いからよくお前こういう時だけすごいなお前、私も頭良くないから本当本当お前最低なやつだ、さっきからもう口ばっかり動かし手動かせや、だから動かせ両手になってるだけじゃねえかって片手だったら両手でやってるだけじゃねえ、だって動かしてんじゃねえか、そういう意味じゃねえか、そういう意味じゃ、それで早くなんのかよ、早くなる、両手になってよ、正確になるわ、どうなってなるんだよ、こうだから細かいところピッてでいいんだろうかよ、口動かすのが早く、どこだって早くせえよ、ステーキ披露却下でお願いします、あれさもう何がいいんだよじゃあお前じゃあ次もういいよ、じゃあ次いきなりステーキになっちゃったじゃねえか、おめえが却下却下言うからよ、一番近いところここから、ここから一番近いところ、一番近いところ、これで諏訪君が早く見つけちゃったら笑うね、一回じゃこれでステーキ屋でしょ、あ結構あるな、結構あるの、一番近いのがステーキの浅熊、浅熊なんか聞いたことあるの、13キロ先で一番近いとこがステーキの浅熊、めっちゃ下道めっちゃ下道なんですね今気づきましたけど、だからおお君たち、あれ全然言わないからもう富士市まで来ちゃったんだね、清水通り越してさ、ウェブサイト、これ下手したらあれっすね、何喋ってる間に、うん、東京着く、東京入る可能性ありますね、マジでそれはやばいぞ、やばいぞ、なんで下道で帰ってるんだって話になると、これどうしようよ、おい天ぷステーキ屋さんを見つけなさいって言うステーキ屋さんステーキガストでもブロンコビリーでもさ、そのチェーン店でももはやいきなりステーキでもいいんじゃねえかっていう気も出てきちゃうよこれ後半
あでもガストはあれだね、また話戻っちゃうからダメ、ね、いやそれがダメなんだ、だ今の一言がもう良くない。そうだね、今の一言もカット思い出しちゃったから、ね、今の一言もカットしろよ、ね、ステーキガストって言っちゃダメだね、もうガストはダメだ、ガストダメだね。ガストで働いたんだっけ。そうそう、ガストこれ愛知県じゃないかな。愛知県まで行きたくないね、ここからニュータウンは。な、富士、静岡とステーキ、食堂、富士沼津店。沼津は近いのかい。11時までラストオーダー10時、結構ギリギリじゃねえか。おお、今お前21時23分だもん。これじゃちょっとダメだ、却下っすねそれマジ却下ですね、これは。まあ、分かんない、近ければすぐ入れるけどさ。いきなりステーキ沼津店ブロンコビリー。ブロンコビリー言って取ったやつですね。ブロンコビリーもチェーン店、ね、お前が却下したところか、うん、ブロンコビリーもチェーン店ですね。ねステーキ葉山、あ営業、間もなく営業終了とか。どう22時とかが多いことに。22時は早しよ、まあ、21時23分ステーキ。よく見たら君たちはあれだよ、あの君たちのお話が盛り上がっちゃうからしじみず町通り越しちゃったんだよ。これやべえ、取り返して毎日牧場お前じゃ毎日牧場行けやそうじゃねえ、店の名前だよ。店の名前か。そうお前これ今毎日牧場ファンに全員、お前今全員に切られてる。牛いるんすかね。ああ牛いるんすかね。牛もう池作りみたいになってる。何これ、その場で解体、乳搾り。ああ、体験。はい、一回古着屋さんあるよあそこ。あ、行きましょう。いやもうステーキ食うんじゃねえのかよステーキはない。今もうここどこ。沼津がもうちょっとしたらもうどん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 お前来ちゃってるよこれ何、近づいていってますね。これ気をつけないとあれじゃない、もう本当にあれだよ、入るぞ東京、神奈川東京ってお前。いやもうえだ、もうちょっとで神奈川でしょ。だってこれあダメだ、毎日牧場もラストオーダー10時だな。あ25分今あと35分で着く。これはまさかの、結構微妙だなこれは。これまさかのコンビニ弁当住吉、まあ気をつけたらマックのドライブスルーとかになっちゃうんじゃないこれ。マックのドライブスルーか。いやきついよね。そうそう、こんだけ頑張ってマックって。ああ通り道でやっぱ一番近いのは、うん、ステーキの浅熊か、うん、住吉、ステーキ宮沼津店。ステーキ宮沼津店。ああステーキ宮もなんかあれだよ、チェーン店だよね、よく聞くよね。たぶんありそう。でも、まず腹がってきたな。でも、どこのステーキが美味しいのさ、そもそも。わからないっす。どこも評価は変わんない感じだけど。あ、そう？ラーベースとか、入っちゃったっす。あとこれガソリンあと4分の1だけど大丈夫だよね。それ一番の大問題じゃねえか。まあまあ4分の1なんだよ、大丈夫だよね。大丈夫っす。あと100キロくらいだけど大丈夫だよね、100キロ以上だけど。走るよね。これ止まったら林さん電話しないと。おい、何食ってんだお前。います。おい。どうぞ。あれ欲しくない。ステーキまで時間が。ステーキ食うんじゃねえのか。あれだ。最低だよ。わかりました。八幡さん、あれ何それ。何それ。面白いじゃん。何これ。乾き物です。いいか。あ、美味しいっす。あ、確かに美味しい。おい、ふざけんなよ。おい、ふざけんなよ。なんで一回加えたんだよ。おい、やめろよ。なんでだよ。それはお前。先輩にまずは一回毒味しんと。じゃあ。優しい。今のなんだ。先輩と思ってねえのか。いや、運転手です。いや、だから先輩と思ってねえのかって。運転手です。おお、だってよ。いや、おお、いや、いいよそれを。まあ、じゃあ別のないっすよ。やんだろうかよ。ないっすよ。ふざけんなよ。でも、たけさん、これ美味しいよ。いいか。ほんとか。美味しい美味しい。だからこれブロンコビリーとかも。ブロンコビリー、おあれなの。ブロンコビリーチェーン店ですね。でもブロンコビリーとか夜遅くやってんの
営業中のほら11時とかもやってるの全然ほら余裕だよ。ブロンコビリー、これまた10時ラストオーダーとかやったらまたドキドキしちゃうから。あ、ラストオーダー10時半。あ、11時半じゃん。で、車での経路が、こっから13分。お、近いんじゃない。うわ、おお13分。9時45分に着くぞ。このままなんかあれだな、道沿いか、このまっすぐ。そうだな、なんかこのままずっと道沿い沿っていけばあるんだなって。お、すごいぞ。このまま13分行ったら着くでしょ。チーズカツ。いや、もう今から飯食い行くんだろうがよ。これ何。これチーズカツです。いただきました。いただきます。マス。カツオ。あ、これゴミここに袋がある。いいいいよ、お前もう。大丈夫。ふざけんなよ。大丈夫です。どこ入ってます。いやもう。ふざけんなよ。どこ入ってるわけねえだろ。大丈夫。お前ファンのこと信じてねえのかお前。すいません。ちょっとファンからもらって。取れてなかったんでもう一回お願いします。なんでだよ。二回目。いいよ。取れてなくてもいいよお前。いいよ、ちょっと取れ高必要なんだ。取れ高じゃん、どこが取れ高なんだよ。食べますよ。いいよいいよ、もう大見ろほらな。何おバカやめろお前。大体何でこれだけ取れねえんだよ。毒入ってるかもしれないですよ。毒入ってねえよ。何すか、誰ですか、誰ですか、毒入ってないですか、誰ですか、毒入ってないですか。うまいなこれ。美味しいよね。毒入ってないですか、僕食べますか。いいよいいよ。だからステーキ食うから、これからこれからステーキ食うんだよ。立花お腹いっぱいになっちゃったら。お前バカ、お前全部入れたじゃねえか今。そうで、ふざけんなよ。ちょっとタイミング間違えたよ。お前大きさがこんぐらいだと思って。いやもうあのちょっとだけカーボンとしたら全部サングラスじゃつけてるからいけねえんだよ。本当ですか。でこんなのつけちゃいましょう。バカバカ、もったいない。お前それはお前もったいない、それはもったいないですよ。やめましょうか。お前ワイルドの失格だよ。はい、じゃあいいよ。いいですか。俺ステーキ食うから。俺はステーキ食う。じゃあ俺はもうカツオだけます。それ一番意味わかんねえよ。はい、意味わかんない。マジで。なんで。もうマジ意味わかんないぞ。半分こ。半分こです。いや半分この半分こじゃねえかよ。え、なんなんですか。だってむしろこれ半分こでもねえじゃねえか。チーズ単品で。まあチーズじゃねえかよ。カツオとチーズ。なんか魚の鍋だって言ったんで、どうやって、どうする。いない、いないですか。いやいやいや、いいよ、来るよお前。なんだよもうこれ。おいおい、もうお前意味わかんねえよ。イケメンより本当に頭おかしいぞこんなの。どうした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 。もう握らせてきやがってこいつ。口に入れたやつを。何が楽しいんだこれ。もう先輩お前社長の車汚すなよ。お前ふざけんなよ。まずちょっとあのお願いがあるんですけど、早く腹減ってしまわないんですよ。腹減ったね。気持ち悪くなってきた。あ、大丈夫。どうした。どうしたじゃねえよ。まず気持ち悪くなる。社長の車ちょっと気持ち悪い。大丈夫。手べちょべちょじゃねえか。お前社長の勝手に買ってんじゃねえかお前。何がだ。やべえぞお前、これ勝手に社長のティッシュです。汚すなよお前。ティッシュぐらい許してくれんだろ。よ、汚すなよ。それやばいだろ先輩のさ。こぼすなよ。タンクモンですよマジで。やばいって。やばいよ。おい撮ってるか。映せ。おい、やってるぞ。ほんまこんねえかな。おいもうね、さっきと言ってること全然違うじゃねえかよ。もうお前やりたい放題だな。俺よりやりたい放題じゃねえか。お前じゃねえの、お前だろこれ。バカバカ、俺って持ってます。俺は持ってますこれ。持ってます。あなたは持ってますか。あなた持ってますか。持ってます。今撮りましたか。これ撮りましたね今。いや撮れてないです。なんで撮れてねえんだよ。おめえもそっち側かとか。お前ほんと大丈夫。お前何してんだよ。曇ってきた。やめろよお前。曇ってきたんだよほんと。暑い
あ、ちょっとすみません、熱くなっちゃった。ちょっと負けよ。8ね。ガヤガヤガヤ。何の人？先輩っす。ちょっと先輩っす。誰？いや、先輩っす、ね、選ばせてそれはやばいよ。でも、浅熊は中国にあったよ。浅熊は良かったっすね。ちょっと見たもん。これみんなあれやってんの？何する？あ、そう、なんか、ま、回るシーンだ。あれ？どういうこと？これ、放射線？なんか、放射線やってます。揉めてる。当たったんだな。事故ったっぽいな。あれ、ステーキミヤってのもありますよ。見つけた。ステーキミヤ。ありますね。カルビ大将ありますよ、カルビ大将。ミヤに住む。カルビ大将もありますよ、本格焼肉。あ、でもステーキミヤのラスト。食べ放題ありますよ。あら、おい。あれ、おい。なん、じゃあ俺は、あれだよ、別に。ステーキ、バイト行って。なんで取るんだ、意味わかんねえよ、もうそれは。もうなんでお前、え、な、何がしたいんだよ一体。これ早く調べてください。じゃあ調べてる、ずっと開いてるな。お前なんかあれだな、これ湿ってんじゃねえよ。いや、お前ふざけんじゃねえよ。お前勝手に取って、お前それヤバいやつだぞ、ほんと。何がじゃなくて、じゃあこれ名前書いてありますか、どこ。あります？まあ、なりませんよ、これ。名前は書いてねえよ。ありません。じゃあお前これが証拠だよ、なんなら。なんならこれが証拠で。おい、じゃあなんなら彼女の話もこれが。いや、だからもうよろしいでしょうか。で、だから証拠ってことはよろしいでしょうかじゃなくて、はい、これ今違うだろう。これはもう窃盗だぞ、ただの強盗だ、強盗。いやいやいや、強盗、マスク強盗だよ。で、お前そのマスク自分で買ったんか。買ったよ。買ってないだろ、お前。買ったよ。道場にあるやつ勝手につけてんじゃねえんだろ、お前。勝手につけたから、道場にあるやつを俺がもらった。でもそれはもう俺のもんで、私物になってんだよ、マスクなんか。消耗品だろ、要するに。みんなのもんだろ、道場のやつは。いや、でもお前あんま、みんなのもんだろ。まあ、じゃあ単純に人がつけたやつをつけるのは嫌じゃねえのか。あ、スシロー出てきた。じゃあ寿司行きましょう。寿司行こうで。寿司行きましょう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 。ラーメン寿司好きだな。角煮バンカラって書いてある。ラーメンでもね。あ、そう。ラーメン好き。でも誰もいないですよ。誰もいないですよ。バンカラって誰もいねえ。バンカラってこれあれじゃない？本気どうなんでしょう。長野にあるの？バンカラ。これ。チェーン店。有名？いや、多分あれなんですけど。東京は豚骨ラーメン。でも今全然違うな。名前。そろそろ予定時刻だけど、あと3分のアウトレット。ガリバーな？アウトレット？ガリバーな？ガリバー。ホグレール。本当にあるんですか？あるよ。ミスじゃないです。この。まっすぐだろ、まっすぐこの道沿い行って、この信号も越えて、次の信号も越えて、めっちゃ越えるじゃないですか。どんだけ越えるんですか。たったの一つ二つだろ今。どんだけ越えるんですか。越えて越えて、でこの今二つ続いてる信号も越えて、いきなりステーキ見えましたよ。おあ、いきなり行きましょう。いきなりステーキすんのか。またどうぞ本当に行けるじゃねえか。じゃあ、いやこっからあちゃいけない。だから先輩に行ったとこ行かないの。やっぱ行いますよね、先輩に。そうですよね、先輩に行ったとこですよね。そうだよ、俺がこだわるですか、そこっぱ。いや別に行ったことない。きなりステーキじゃダメですか。いやだ、別にそうダメじゃないけど、一回やっぱ一回選んだんだから、ダメだろ、それは。一回選んだって、失礼。男はね、そう、それはお前ワイルドじゃないだろう。
なるほど。いや、全然決めたことに関しては曲げていいのかお前。はい、だってもうお腹空いてるんで。お前いつもなんだよお前。そしたらもうあれだよね、ステーキ朝熊からもう本当だよ。ステーキ朝熊で良かったんじゃないですか。たくさんありましたけどね。あ、そうってきたとこめっちゃあったな。いや、その俺の推理するのはちょっと違うだろ。いや、先輩調べてれば。いや、じゃ調べたよ、調べたけど、ほら10時ラストオーダー結構ギリギリだろ。ブロンコビリー10時半だからよ、ラストオーダー。みんなのこと考えてそう、もしここがむちゃくちゃ渋滞してたらもう絶対間に合わなかったからな、10時た、ま、松屋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 です。この信号を越えて、はい、次の信号が U ターンってなってるな。で、今右手にブロンコビリーがあるの。あるかな、これですね。で、このブロンコビリーの行くんだな。この信号を次の信号右折だ。そう、そうだ、右折して右折して、ブロンコビリーに入る。酸素カプセルありますわ、スパイ。酸素カプセルどうすんだよ。これみ、そう、そうだな。なこれ右折でいいんだな。これを右折して入ってって右折だけど U ターンだな。 U ターンだな、U ターン、U ターン。こう行くってことですか。こう行くってことですか。このナビだとなんかこうなってるじゃん。 U ターン行けるんですか。ここなんかこのナビだとこう U ターンだな。 U ターン OK ってなってる。 U ターン×は書いてないもんな。ここも書いてないもんね。これ捕まったりじゃん、先輩のせいで。そうですね。あ、いや、これ俺このナビのせいだな、じゃあこれは、まあ、最悪右折してロイヤルホスト入って出てくるって手があるからな。ああ。もう入ってロイヤルホスト。あ、そうですね、ロイヤルホスト。でもそこから入ってみたいなね。両方ともあ、出るんですかね。右側にこっち側からテスト出ますもんね。普通出れるんじゃない。出れないかな。いや、多分出れるようになってるわけです。多分こっち側から来る。ただこのフェンス切り返せなかったら怖いな。あっちになんかすっげえ食い物屋ありますけど。あれ？どういうこと？間違った？ちょっと先にある。本当だ。間違った？いや別に間違ってはない。間違ってんなこれ。あっちだな。もしかしたら。今更あっち行くのか？大きくちょっと膨らませてもらって。行くぜーっと。おー、向こうもありましたね。あった。はい。けど、まあ、U ターンは気にしてなかったから。おし、立花さんのナビが。これどこだ、入んの。これか。これ、ステーキ、これか。ブロンコビリー。これか。こうだな。曲がるぞ。やってますか。やってないか。誰もいないっすよ。行ってるぞ、行ってる。誰もいねえからすぐ出てくるよ。もう腹減って仕方ねえから。そうか、そうか。逆にいいよ、誰もいないのが。よいしょ。いいのか、それは。いいことだよ。人気がなくていいのか。先輩、一人だけ降りる感じですか。え、あ？あ、よいしょ。あ、いや、オッケー。ほら、もう、ほら。え？朝熊。朝熊行く？朝熊、今から行かないだろ。なんで返すんだよ。いらんわ。意味わかんないよ、もう。故障が1って出てくれる。どう降りんだこれ。肉の塊より。お。サラダバー、野菜も食える。おやめにしよう。バジステーキ。はい、お願いします。ミルクあるよ。このメニュー。おー。リブロースが一番でかく映ってる。
あ、これ、これがハンバーグセット、これがあれなの。こっち。お前、何してんだよ。入ってねえじゃねえかよ、マジで。半分切れてるよ。半分切れてるってことは切れてねえんだよ、つまりは。おい、なんで来てんだよ、俺の。え、ご心配なんですか。俺のだよ、見たことあるだろ。ステーキ屋だから持ってくんだよ。なんでですか。臭くなんだろ、確かに。大丈夫っすよ。大丈夫っすよ、シャリ。寒いんでちょっと変わってきますか。だから、バカ入んねえんだろ、お前。こう壊れるから、お前もう。これ、除菌症したんですか。いや、まだ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 、あとだ、あとで。この分何食うの。でもすごいこれ、サラダバーとかまどご飯、しっかりコーンスープ、もうジェラートドリンク。パンもあんのか。パンも。寒いな、やっぱり。なんでジャージ脱ぐんだよ。寒いじゃん。寒いよ。寒い、寒い。もう、これ今、食べる。ハンバーグ。入んなかったの、さっき。あったかいんだよ、これが。ふざけんなよ。なんで俺に来てんだよ。どうしよう。何食べる？ちょっとこれがステーキとあのなんかハンバーグのセットだ。このなんかこのブロンコビーハンバーグっていうなんかもしかしたらあれをパクってるんじゃないかもしれない。お、どっかで見たことがある。え？どこだよ？どこだよ？それどこだよ？俺は知らねえぞ。ピー入れときゃそれだけは本当にやべえぞ。こっから大戦争始まっても知らねえからな俺は。何かがきっかけでお前知れ渡るかもしんねえんだから。確かにね。どうしようか。どうするか。そうだな、全部上着かな。ハンバーグすげえ。ヒレステーキの方がやっぱすごい。ああヒレステーキですね。ヒレステーキはそうだ。ローストサーロイン。いや、俺はもうこのハンバーグとステーキのリブロースコンビでしょ。これ、これがいいですよ、ね、俺もだな。俺もこのハンバーグ食べとかないと寝たいのですそうっすね。俺もちょっとステーキコンビセットだな。やっぱりあれってなステーキだけじゃないですか。いや、なんで俺だけダメなんだ。ステーキ食いに行ったんじゃない。ステーキ食いたいって言ったら、いや、それじゃステーキも、ステーキは食いたいけど、ハンバーグもあったらハンバーグもじゃあいただこうかっていう話だよ。まあまあ、2つ美味しい。どっちかにしなさいよ。なんでだよ。右と左どっち行きますかって、両方行きたいって言うんですよ。いや、意味がわかんねえ、そこはもう。それは全然違えぞ、ほんと。2つ選べるんだから、右も左も行けますよ。両方行ってもいいんじゃないですか。じゃあ、ステーキで。じゃあもう、ふざけんなよ。じゃあいいよ、ステーキするよ。なんだよ。やっぱそうっすね、先輩がステーキ使うと、やっぱ俺もステーキ行くしかないですね。じゃあ、どうしようか。じゃあ、一番でっかいやつ。リブロースは一番でっかいやつ。400g 食えでしょ、ワンポンド。まあ全然 400g やったら余裕だな。ご飯、ご飯もさや盛りじゃん。3人分ぐらいの食えましたね。3人分ってどういうことだ。3人分ぐらいの。全然いけるよ。すいません。あ、もう、じゃあ呼んだ方が決まる。呼んだ方が決まる。あ、俺と同じ。これ、はい、これ二つ。あ、これ二つでいいです。おい、お前ステーキつってるじゃねえか。ステーキと、ステーキは、はい、一番美味しいのどうですか。一番美味しいのはミディアム。焼き加減、ミディアムレア、ミディアム。もう生でいいんです。あ、じゃあな、一つ生で。レア。一つがレアで。一つレアで、はい。ミディアムレア。ミディアムレア二つ。二つ、はい。ご飯の第一、そう、パパンがつきますが。ご飯の第一、僕は。はい。第二つ。僕も第三つで、はいはい、極仙リブロースの 400g で、はい、ミディアムで、ムでムしっかりやるんですか。ウェルダンでいいですか。ウェルダン。いや、いいね、ミディアムでいいんだよ。で、ご飯大盛りで、はい、
はい、あとドリンクバーがベジラーキーになるんですけども、付け石川方じゃないですか。ドリンクバー、ドリンクバーだけつけますか皆さん。ドリンクバー、アイスはいい、はい、ドリンクバー、ドリンクバー4つ で、はい、はい、これ、はい、サラダバーとかも勝手に付いてる。ああもう勝手にステーキ食べないで、はい、ほらサラダでお腹いっぱいにして、いやもうステーキ食いに来た意味ねえじゃねえか俺たち食べるかよかったら食べるか、はい、はい、お願いします。ソース決まってますか。あ、ソースは和風ソースでいきます。 あ、はい、あとはトッピングがあります。フライドガーリックとか、ね、トッピングがあるけど、そうですね、これチーズとかかけます、はい、ソースか。いやもうシンプルシンプル、お願いします。よし、じゃあドリンクバー。あ、いや、いい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 お前はいい、お前は明日で大変なことになるんだよ。イケメンと同じ、もういや、何そういうの、そういうの、あ、これ3番、あそこに行け、一人一個、一人一個だよ、ほら生八つ橋なんかあるの。うまいです。すげえな。でも勝手に乗せんな。ショッパーデザート行く。ショッパーデザート。すげえ。わ、なんかこんなもんあんのか。すげえ。ゼリーを壊しちゃう。ティラミス。これなんか。ナッキンを冷やしてお広げください。 400g のアリグラスですね。はい、はい、ありがとうございます。お、さした育ち盛りの、おー、ちょ失礼いたします。ちょっと、おつけ本当に、はい、じゃあ、レアのコンビですね、リブロースの方。レアはそれ、ちょっと、はい、おい、バカ、うん、あーちょっと、あ、大丈夫、マジで、暴れる、暴れる、ちょっと、バカ、これをやるんだよ。大丈夫、置いてくれる、はい、違うよ、これだよ。これを、やる、こうやるの、うん、隣を見ろ、隣を違うよ、うん、お前分かっていたしますね。やめろ、ちょっと一回一回ちょっとあ、ストップ、あ、ちょ、一回ストップ、ストップ早いです、早いです。ちょっと、マジ本当に、おいそれはやばいぞ、お前、本当におい、バカ、マジで近づけてる、いや、本当、おい、待って、そうちゃんと、おい、じゃ塩もよく合いますので、ソースとお好みで、はい、どうぞ、おい、でこれ落ち着いたら食べるんですよね。落ち着いてる、はい、大丈夫です、はい、じゃあご飯盛りでございます。おい、お前なくなってんじゃねえかよ。これ縦にしよう。ああ、縦だ、油、そうです、まあ、それだったらまあ、ね、あれだ、爽やかなやつで、これになっちゃってる、おじいか、バカ、お前、ほんとに、おい、ほんとにお前、バカ、お前、ほんとにお前、あれでもそれ、しょぶく、さっき、あれ、そう、しょぶく、これあれっすよ、社長の車の中あった、いや、だから、社長の車に俺が乗せたんだよ。え、してないってことは手抜いてんすか。手抜いてねえよ、おめえ、なんなんだよ、おめえよ、舐めてんすか、じゃねえよ、笑ってんじゃねえよ、舐めてねえよ。あ、おい、ほんとじゃねえよ、おい、ほんとに、バカ、お前、この世で一食しかねえな、もう、食っけろ、スパゲッティをこぼすな、マヨネーズがやばい、ほんとに、ほんおしゃれなんで、ソースがかけない方がいいですけどね。あ、なるほど、
これはお好みのタイミングです、ハンバーグは。あ、タイミング、はい。あの、焼ける、焼け具合でか、いや、もうね、好きなタイミングでいっていいですか。もう、結構半生でもいける感じ。あ、本当は中まで焼けてた方がいいんですけど、はい、もう牛 100% なんで、そんなに。あ、なるほど、気にしなくても、はい。だからちょっと、表面焼き身がついたらもう、実は食べれそうな。本当にとってもいいし、あ、責任持てない。何かあったっけ。いや、結構跳ねる。バカお前。今、あ、ステーキの取り合いやる。取り合いやめろ。すごいっすね。でけえな。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いただきます。ちげえよ。おい、バカ。ちょっと、取れ。早く取れ。お前、置くぞ。そうだ。カメラ撮ってる。お前、やめろ。お前。あ、生だ。生だ。お前、さっきまで生でとか言ってたじゃねえかよ。だってそもそも自分の出会うじゃない。お、我慢して、我慢して。俺とかミディアムって言ったんだから。何だそれ。いただきます。おいしょ、いただきます。これかけないですか。かけるでしょ。でも塩も合う。ねえ、あー、塩いいですね。塩も合うって言ってた。じゃあ半分しよう。うん、うまい。うまい。うめえ。うめえ。うめえもうめえ。全部かけちゃった。結果、これです。もうあれだよ、もう食レポだよね、ここからね。そうですね、立ち回るとか。いや、これ最高ですわ。こんなもん、ほんまに食べてない。なんだよ、完全に。ほんまに塩、塩じゃないですね。それ塩らしい。塩だからステーキ合います。砂糖っぽいですよ。そんなこと。うまっ。あ、これうまもう。まあまあまあ、まだ大丈夫。ブラックペッパーでしょ。大丈夫。これ絶対うまいな。何ですか。ああ、そういうのあるね、なんかステーキっぽいね。ガーリックソーク。ほら、かけまーす。かけろ。かけてみよう。なんで俺のコップがこれなんだ。俺が持ってってやったんだよ。まあ、あれやろ、これも子供用のやつじゃねえか。それしかなかったんだよ。それしかないわけないだろ。それしかなかったんだよ。こっちみんなあるじゃねえかよ。見ろ、ほら、こお前のだろ。ほら、お前のも、ほら、これじゃねえか。それしかねえんだよ、本当に。ないわけねえだろ、これ。ほんとにそれしかねえんだよ。ジャモンさんのパクリだろ、これ。それは、まあ、いろいろまずいぞ、いろいろまずいな。じゃあ、これなんだよ、これ。じゃあ、なんだと思うんだろう。なんだと思うんだ、言ってみろよ。これはジャムおじさんだ。これはジャムおじさんだ。言ってんじゃねえか。どうですか。美味しい。美味しい。あの、そしたら話盛り上がってくる。淡々と食べてる。ガーリックかける人。めっちゃうまいっすよ。めっちゃうまい。ソヤソンステーキ取れてないっすか。パスタ食ってんじゃねえか。ステーキ屋で。ステーキ屋でまずパスタ食うんだよ。サラブタバーでお腹いっぱいすぎた。あれ、これ、うん、これチゲじゃないか、ポーク。パイナップルの皮だ、どうですか。どないなっとんねん。ちょまいっすわ。ステーキハウス、クロコビルだぞ。うん、近すぎんだろ、お前。もうちょい行け。そう、それぐらいがそう、ちゃんとしてるから、うん、ちゃんとしたか、お前。美味しいですかね。美味しくねえだろ、絶対。どこの国のやつで、お前、ステーキにカルピスかけるやつがいいんだよ。めちゃくちゃうめえな、これ。ここって、うん、最高だぜ。まあ試合したからね。
試合はステーキね、ステーキを食べに来たもんね。もう肉を食いたいっていう。お前試合してねえじゃねえか。あ、バカ、試合してるやつら以上に俺汗かいてる今日。あ、なんか今日最後なんだ喧嘩してましたね。してねえよ、あんなお前ガリガリのあんなお前誰だあいつ、まずお前なんだあんなやついたのか、レスロワン、なんだあいつ、とんどころか、だがなんだころか知らねえけどよどっかの誰かも言ってたけどな、あんなお前なんだあんな、大丈夫ですか、なんか言う前にちゃんと殻作れって話だよ。面白かった、食べてください、これ絞って絞りですけど脂身が落ちました食べてください、本当にただの脂身じゃねえかよ、みんなお前脂身しかねえじゃねえかよ、食べてください、どうぞ、どうぞ、まあ、うん、うめえ、脂身もうめえな、ここの店は。あ、なんだよ、だから若干、はい、あ、そうですか、はい、北の方に教えてください、あ、すいません、ごめん、さん、これは一体よ、こっちだったら相当だぞ、もう言い訳をしますけどね、すみません、そんな気がなくてすみません、すみません、ふざけんな、うまいな、これうめえ、さっき、あの食前に食いました、ティアス、あ、あ、うまいですね、酸っぱい、そうですね、どうした、あ、これ、さっき、はい、お前バカ、はい、なん、どっからどうしたんだよ、お前、オッケーなやつだ、はい、なんだよ、あの、私ってな、しかもお前、なんでティラミスとイカを合わせちゃったんだよ、先輩ちょっと、私なって言って、いや、お前、今じゃないだろ、絶対なんで、いや、なんで、しかもティラミスの上に置いて、お前詰め込みすぎだろうよ、このイカに、みんなに渡したんですよ、先輩にちょっとポッケから取り出して、お前ティラミスの上に乗っけてって最悪だろ、もうそれ渡すの忘れちゃったんですよ、ね、いや、まあ、もうついてた、ついてた、チョコついや、チョコ、まあ結構粉っぽい、めちゃくちゃチョコレートの粉っぽいぞ、この辺とか、もっとピシッとつけたらいいでしょ、いや、ピシッてつけろ、甘いのとしょっぱいのって美味しいですか、いかんです、いかんです、ほんとかよ、あれだ、あれだ、あのポテトチップスのチョコレートって意味、ほんとかよ、ロイズ、どうですか、どうですか、うまいですか、まあ、まずいきますか、すっげえまずい、もう、イカの臭さとティラミスのなんか変な甘さが混ざってすっげえ口の中くせえじゃねえかよ、ダメっすか、まずイカ臭いっすよ、くせえ、イカ臭い、イカ臭いっす、イカ臭いっすって、イカ臭い、先輩はい、わかイカ臭いっす俺がイカ臭いの、はい、イカ臭いっす、まずここイカ臭いっす、イカ臭いっす、イカないっす、イカ臭くないっすか、お前がティラミスの上にイカに乗っけたからだよ、ポッケから取り出したイカを、うんこ、今いらない、本当にもう前もいい、もう本当に本当にいいよ、お前、持ち込み禁止だよ、お前、ダメじゃねえかもうポッケの中入れて持ち込んでんじゃねえか、俺食ってないんですよ、食ったの、あなた
これか。先輩これっすよ。やばいっす。これちゃんと。すみません、この人持ち込みしてます。いや、本当に。お前、持ち込んだお前は。持ち込んでないっすよ。で、俺はこれ何も知らずに壊されたの。いや、でも、共犯っす、共犯。さあ、お前も俺じゃねえかよ。いや、俺違います。なんでだよ、今日って自分で言ったじゃねえか。確かに。いや、意味わかんねえもん、それは。つまんで二人だよ。そういうことな、そういうことよな。どういうことなんだよ。全部お前からだからな、静かにしてくださいって言ってるけど、全部お前からだからな。あ、欲しいな。名前食べました。おざす、ごちそうさまでした。ステーキだったね。ステーキ。ステーキだった。ああ、うまかった。立花だけステーキだもんね。一番高いでしょ。さすがですね。そうっすね。違いますね。いや、俺のは一緒の方にしようとして。いや、3人だけして一緒。だから お前がダメって言うからだ。いや、お前はステーキ食いたい言ってたんで、やっぱ先輩ステーキでしょって言ってたでしょ。ハンバーグだったらちょっとがっかりじゃないですか。いや、だからステーキ食うってそこはだってあれと一緒だよ。さっきさ、なんか行く途中に他のお店あっただろ。ああで最終的にここ選んだじゃないですか。ああ、そうだな。言ったことは有言実行だから、俺はそれを守ってほしいと思ってステーキ食べるって言ったからステーキじゃないですか。この信号左、これ左。ああ、ねえ、人の話ちょっと。いや、今ラビやってるから俺も。俺もナビやってるからよ。ナビでも人こいつ喋るから。ダメだよ、こいつ。この信号だね。いやいや、そうそう、この信号左。いやいや、喋れるから大丈夫。左曲がって、そこはまっすぐ道沿いで。ええ、人の話聞いてください。ちょっと道沿いで。あ、道沿いで。だいぶ道沿いで。これ沼津市じゃん。沼津市。まあまあ近いじゃないの、東京に。もう近いですね。はい。沼津って、こっち寄りやろ、静岡の。静岡の沼津、そうですね。直進、このまま直進。あと1時間ぐらい。まあ、あれだろ、ちょっと俺の話聞けよ、ちゃんと。じゃあ聞いてるよ。いや、お前あれだろ、中学でお前ちゃんと教わったことあるんだろ、ちゃんと先生に。俺は言ってねえよ。俺はちゃんと言ってるよ。あそこ、俺はちゃんと新宿のパレハのパレハ。そう、じゃあ俺のパレハじゃない。またまあ、学校行ってない、学校行ってないのか。いや、じゃあ俺はちゃんと言って、中3の時行ってないでしょ。中3の時行ってないでしょ。じゃあ中3の時行ってないのは、あ、先輩いいよ、お前本当に雨ね、もうそれは雨持ってくの忘れちゃったっす。それ自分の分なかったんで申し訳なかった。いいよ、もうそれはちょっとレベルが違うわ。それはレベルが違う。ちょっと今までとレベルが違う。本当にそれはマジか。マジでもうそれちょっと溶け始めてんじゃねえかよ。申し訳ない、これ戻し訳ない、申し訳ない、ふざけんなよ。すみません、気がかなくて。ここまっすぐ、いやいやいや、左、この信号左、この信号下か、あ、下だ。お前通り過ぎたな。やべやべやべ、ちょっとおい、あ、やべ、おい、ちゃんとナビ切ってくださいよ先輩。おい、この次の信号を U ターンして、おー、また U ターンばっかりじゃないかお前。ちょっとやっちった。東京まで123キロって書いてあるし、120キロだいたい今ナビで見たら、この信号 U ターンして、これ U ターン、どっちどっち、 U ターン、あ、これじゃあこれ見せれば、いけねえじゃねえかよ。いけねえじゃねえかよ。やばいやばいやばい、おらおらおら、レフさん、よしよしよし、これでまっすぐ行って、信号を右、右か、右車線じゃないな、右車線で。あれ、これ上がるじゃねえか、うん、どっちだ、ほら、え、右車線登っちゃダメだろ、多分な、もう、登ったらダメだな、だろ、右車線、ここの信号右、ね、この信号右、透明出てきたよ。透明、いや、これが右だな、これを右だな、これ右だな。いや、それ、河野さんが言ったことをこれをもう一回言ってどうするの。右だ、右だ、
右だ右だ。あってんな。これこっちだな。これはこっちだ。こっちって言ったよな。だよな、だよな、こっちだよですって言わないとお前あれだろう、だよな、だよなだってお前2回言ってるだけだからそれちょっと待って、ちょっと待って、これどうなってんの。大丈夫かお前、とりあえず高速乗るまで頑張んないとな。ここ右行けば、あと道沿いに進めばもう高速、透明いらっしゃる、いらっしゃる。透明でも出てったからこっちが回るって。これ、こんまま乗ってきゃもう高速だ。大丈夫。なんだこれ、高速だな、ずっと高速か。合ってるか、大丈夫か、違うか、また間違った。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ちょっと待って、ちょっと、だい、よし、透明は大丈夫。透明右だ、右だ、こうなの。2分だと麻酔器がつくんじゃないの、2分。ここじゃなくて、右側です。上に上がってくる、多分あれですよ、万葉の家。万葉の家だよ、これじゃない。まあ、いやいやいや、これ多分ここ右側です。右側に多分高速あるんですか。右折ってこと。あれ左だ、左だな、これ左だ右側だ、まあ、紛らわしや右側にから降りてきたのかなこれだな、これを踏まず対面通行規制、対面通行関係ないな。あれ、これは緑が出てきたんです。あれ、まっすぐが、まっすぐ、まっすぐが透明と左が新透明ってなってるぞ。左、これだと左になってるな。なんだ、この信号が、これも信号まっすぐで、まっすぐでいいのか、行って、そうだ、この信号まっすぐ行って、もう一個の信号もまっすぐ行って、じゃあもう一個の左、これ左、もう一個一緒、この信号左、まっすぐ行って、え、これ、まっすぐ、まっすぐだな、これは、これまっすぐだ。透明高速。あ、これこれ、ほら入り口、これまっすぐ、入り口、これまっすぐだな、これまっすぐ行って、でまたまっすぐ、なんか分かれ道があるから、その左だな分かれ道がなんかで、まっすぐ行って、こう、分かれ道これ俺じゃねえぞ、左、これは左だな、まっすぐ行って、これ左折ってことか。あれ左折じゃねえ、これか、まっすぐか、まっすぐ、まっすぐじゃないですか。透明って書いてるな、まっすぐ、あ、それだ、そっちだ、どっちだ、そっちだ、そっち、そっち、そっちだ、これ違う、真っすぐじゃないですか。合ってる合ってる、これ合ってる、この道合ってる、これで真っすぐ、よしよしよし、クリアした、これ、これで高速だ、これで合ってる。いや、真っすぐだろ、これ、これ真っすぐ行って、料金所、料金所ついて、料金を払う、払わない、払わない、払わない、払わなかったら取れないわ払わないで、払わないで行くか、一回あの社長の車、あのめっちゃ追われるってこと社長の家に戻しておけば大丈夫だ、行ける、行きしやんすか、大丈夫、これどっちだ、行きし、名古屋行きますか、名古屋方面、名古屋方面、名古屋行きますか、東京、東京方面、名古屋方面、次試合名古屋でしょ、次名古屋だね、いや5日後だぞ5日間冷静な中身ってなんだよ5日間、じゃあ5日間オフ、オフだよ、名古屋で営業、じゃあ営業行ってこようかな寝泊まりする場所どこにあんだよ、そんなん外で寝とけよ、もう死ぬわこの気温で、ワイルドですね、駅で寝ろ、駅で、うわ、ホームレスじゃねえか、それじゃあ何もホームレス馬鹿にしとんのか、馬鹿にしてねえ差別だろ、差別、差別じゃねえよ、うわ、家がねえかホームレスって言ったわけじゃねえか、今ん、何がだよ、何がだよ、そうだったらお前名古屋の、名古屋からあれやれよ、筋肉マンラリーやれよ、勝手にしろあれ、東京限定だろ、そう、筋肉マンなんかスタッフ、そうそう、そやさん、それやろうとしてんだよ、どう、何ですか、それ、あの、JR でやってんだよね、あ、筋肉マンで今やってますね、うん、63位ですかね、あの、あるやつ、俺、ここ走ってていいの、これ、ここ張ってる、これもう、道なりだな、これこれ多分道なりだ、左道なり、どうしてこっちと隣があるの、多分こっちで、ここが合流ってこと、そうですね、そういうことですね、ここ、こっちはいけないですね、ここで合流か、合流、これあれじゃないですか、また道が新しく なるんじゃないですか、これ、ああ、そういうことね、欲しいな、そういうことね、で、一車線とか、これ結果一車線とかえ、東京しかあれないですか、名古屋はないですかね、あれ、筋肉マンの、え、あ、でもあれじゃない、東京近郊じゃないの、63駅のスタンプラリー、あ、63駅だったら東京だけだろ、東京だけだろ、
大阪まで、大阪でお前勝つまで やれよ。いや、だからねえんだって言ってんだろ。大阪城とかあったらね、戦った場所だから。そうだよ。やるよ、距離外。まあ、知らんのか、戦った場所だけど。知らんのか、名古屋城とかやってんだぞ。知らんのか、お前。松本城はやっとらんからな。ここはまっすぐ。松本城はやっとらんから。ずっとまっすぐ。まっすぐな。もう何だろう。松本城はな、やってねえから突っ込めよ。やってねえって。当分はあれだな。まっすぐだな、まっすぐか。これ道なり乗って姫路とかでやってますと言えよ。あ、こんまま道なりだ なこれはオッケー。もう気にも知らんの顔が金ラーメンマンみたいな箇所って。いや、顔ラーメンマンじゃない、顔の輪郭がラーメンマンなんだろ。そうだよ、俺は顔じゃねえじゃん。顔じゃねえか。顔だよ。顔じゃねえ、輪郭だよ、顔の。なんで顔だっちゅ。顔はなんか飛んどころだろ、ラーメンマン3年間、あの中学校3年間で2年間しか行かなかった男。いえ、とんどころだよ。とんどころどう見てもあれ目だけだろ。いやいや、俺そんなこと言ったら輪郭だけじゃねえか。俺お前顔だよ。いや、どういうことだよ。顔ラーメンマン。顔ラーメンマンじゃねえ。4000年の歴史だろ、もうそれ。違う。じゃあお前もっと尊敬しろよ、4000年の歴史の顔なんだったら。尊敬します、先輩。さっきまで、さっきまでお前ペットボトルでぶん殴ったりしてきてるじゃねえか。やってないです、そんなこと。ステーキ、俺のステーキ奪い取ろうとしやがったり。やってないです、そんな。いや、全部取ってるからな。全部減額ですよ、そんな。お前、どんな減額だよ。それやってるんじゃないですか。やってるわけねえだろ。やばいっすってそれ。お前シンナーですか、やめてください。じゃあニコプロのやつら見てるやつらはもう全員薬やってるって言ってるのか、お前は。いや、やって中にはもしかしたらやってるやついるかもしれないし。いや、それはお前ノータッチだ、完全に。俺は乗ってやってるやついるかもしれないけど、もう100人いたら1人ぐらいしかいねえだろ。もしいたやってるやついたとしても、そんぐらいの確率だろ。それ100人で1人いるんですか。いかもしんないじゃん。それまずいっすよ、それは。そうだな、そのじゃあそれはまずくないっすよ。今のはだから例えだけど、はい、例えば5000人会員さんがいたら。そう、5000人会員さんがいたら。お前5000万パワーズって、5000万パワーズだ、お前は。誰と組むんだよ。誰と組むんだよ、じゃあ俺は。5000万パワーズだよ。だから誰と組むんだよ。5000万パワーズなんかあるか、言ってほんと。こいつは何なんだよ。5000万パワーズ、3000万多いでしょ、突っ込めよ。全然筋肉マス知らないな。なんで俺が突っ込まなきゃいけねえんだよ、勝手によ。そこちげえだろ、お前筋肉マス本当に好きなのかっていう。いや、別に好きって言ってねえからな、俺は。知ってるって言ったわけだよ。何が知ってるの。いや、だから言ったろ、さっき。でも筋肉マンの、なんか誰が好きなんだ、言ってみろ。筋肉マンはバッファローマンだよ。いや、それはダメだわ。なんでダメなんだよ。それはダメ。なんだよ、ダメ。それ戦略済みだから。戦略誰なんで戦略じゃしてるやつ。いっぱいじゃあ、まあ、とりあえず、まあ、次行こう。じゃあパロマの次は筋肉マン。あー、それも戦略だね。お前、誰なら空いてんだよ。あ、じゃああいつだよ。ティーバックマン。ティーバックマン。ティーバックマンなんだよ。ティーバックマンいるわけないだろ。ティーバックマンいるだろ。ティーパックだよ。ティーバックだったのか。ティーバックじゃねえか。ティーバック顔に入ってんのか。変態仮面だ、知らないのか。変態仮面同じジャンプでもそれはお前違う漫画だぞ、お前。変態仮面になっちゃうと今のはじゃあ俺のティーバックだよ。ティーバックってなんだ、お前。ティーバック履きてえのか、お前。履きてくねえよ。それやっぱりこんなの一晩で5人抱いただけない。だちげえんだよ。さすがっすよ、お前。本当にさすがっすよ。5人抱いたことがあるんじゃなくて抱くっていう気持ちを持ってるんだよ、俺は。だからそういうは気持ちを持ってるってことは最終的には抱くってことですよね。だからまあできたらいいな、最終的には5人の女を抱けたらいいなっていうのだよ、まあ、そうだよ、まあ、だからあれでしょ、あの地方の試合の時、橘のホテルの部屋の前に5人の女も並んでるってことでしょ。それはもう俺のやってすぐバレちゃうじゃねえか。はい、9時に1人、10時に1人、11時に1人、1時、2時ってハイスパンすぎんだろ。昔の武藤さんみたいじゃん。それはまずいぞ。それは大行列でベーッと。でもね、言ってたよね、武藤自分で言ってたよね。伝説だよ、ガチ、それはガチガチ。だからもう今、もう出ねえよって言ってたよ。出るものは出ねえよ。ああ、出し切っちまったよって言ってたよ。どういうことだよ。頭おかしいんじゃない。それはもう頭おかしいよ。俺よりおかしい。それはおかしいわ。あれ、うん、あのうちの会長頭おかしいぞ。お前、どうなってんだよ。だけど給料 30% か。それはお前やばいやつだぞ。やばいぞ。
給料 30% カットなんてよ。あいつそうだったのか。そうだ、お前だから頭えぐられるぞ。じゃあ、あれだな、ゴングで隠しても、ゴングのあの、バーンって突き破ってバーンって。じゃあ、社長があれだよ、ロビン・マスクで師匠だからな、一応。どうぞ。だから、あれだろ、ウォーズマンはウォーズマンの師匠はロビン・マスクだろ。そう、トム署の師匠はバラクータ、まあまあ、ロビンマスクで演習してた、ムチやってるやつは 金髪の目見えない、目は見えなくはない、あれはも、あれはかぶりもしとんねん。だそういう目が見えない、こう自覚的な目が見えないじゃなくて、こう第三者から見て、第二者第三者から見て、こう目が見えないだろ。わかるか、言ってること。いや、今全然なんでわかんねえんだよ。もう全然お前筋肉マン詳しくない。いや、じゃあこれはもう話が通じてないだけだよ。筋肉マン、お前あれしろよ、もう63駅さ、回って全部スタンプして。なんで俺がすんだよ。一つ一つ筋肉マンキャラクター覚えてけよ。あ、だからあれで、ね、それやって一緒に回って教えてみようね、一駅やだよ。やんねえよ。なんでやるねえの。俺はじゃあ、ビビってんだろ、お前。ビビってねえよ。俺はビビってんじゃん。ビビって、全然ビビってねえ。俺やったらあんな、お前。押せないだろ、押す勇気がねえんだろ。押す勇気が。押す勇気は63回。あふれてるわ。本当はなっちゃう。ああ、ありふれてるよ、お前。これ、今から1億円借りるが、そこにお前。どういうことだよ。1億円じゃあ、借りました、インカムしました、そのまま返しますよ。いやでもそんなんでだよ、俺にくれよ。いやだから借りてくんだろ。俺は借りてくる。で、じゃあ1億円俺がもらうよ。まあ、俺がじゃあそれを返すよ。1億円を俺がもらって、印鑑とかその証拠あれでお前が保証人になるんだよ。なんでだよ。その印鑑を押せる。なんでそれ押すか、お前じゃあ筋肉マン63個のスタンプを押すか、どっちか、どっちか選べよ。 100% 筋肉マンだ、お前の保証人。お前そんなに舐めてるけど、1億円のこっちに書いた方が絶対いいぜ。なんでだよ。お前が1億円持って飛んだ時、全部1億円俺に返せってくんだぞ、そいつら。絶対そっちのいいぜ。なんでいいんだよ。いいぜ。なんで自分でそんな首絞めるようなことすんだよ。いいぜ。いいぜってなんだよ。悪だぜ。いいぜ、知らねえのか、お前。いいぜは。ごっつい感じの、お前知らんのか、いいぜ。全然俺生まれてねえよ、ごっつい感じ。いいぜってやつ。俺は生まれてねえよ。いいぜ。なんだよそれ。いいぜ。いいぜってなんだ。どうすんの、どうすんの、じゃあ。いいぜやってこの話から。条件じゃサインでいいですか。決定でお願いします。お願いします。なんで。じゃあ一条件、橘さんが保証になってくれるということで。借りますか。条件もらえるということで。ふざけんな。もう筋肉マンのスタンプ押すのに3人ぐらい死人出てんだぞ。そうじゃん、3人死人出てんの。3人お前じゃもう10人渋滞だよ、お前。お前じゃもう1人死人、いやもう1人渋滞が出た時点でもうやめてるよ。いや出てる、そんぐらい厳しい過酷なんだよ、お前。なんなんだよ、じゃあ2本スタンプ押すんだよ。なんだ、死因は何なんだよ、その3人の死因は。え、幻覚だよ、幻覚死。押したと思ったら押せなくて、うわお前だな、で、全部同じスタンプ押しちゃって、うわやっちまったで、それそのまま救急車に割れたんだ。だからずっと筋肉マングレード全部63個筋肉マングレード押しちゃったんだよ、全部。どういうこと。間違えたっていうのに気づかずに幻覚に陥ってしまって、やべえ、確かこれネプチューマンのとこに筋肉マングレードの押しまったっていうのはなんか全部に押しちゃってるから、中野さんのところにも筋肉マングレードスパンも押しちゃって、こいつ同じ息をずっと毎回こう何回も何回もこうやって、そいつは最初に死んでしまった。全部押し て, ってやった、押したと思って全部見たら全部筋肉マングレート、筋肉マングレート。いやもうそんなやついるわけねえだろ。マジか。なんで63駅回ってんだよ。もう筋肉マングレート1個目いったらわかんだろ、だ全部埋めちゃって。もう興奮しちゃって幻覚で、それも興奮してんのか。もうすごい筋肉マン好きなやつがやって、死人が出てるんだ。そんなに。でも俺は筋肉マンそんな好きじゃねえもん。でも死んだとしても超人墓場に行ってちゃんとこういうボールも集めれば、あれだろ、なんかこう回すやつとかもあんだろ。そうだよ、そうだよ、よく知ってんじゃねえ。知ってるよ。だけど俺は筋肉マンそんな好きじゃねえから、例えばだからレスランで言ったら
今あれで欠場してるけど伊藤とか岩石とかあいつらの方が筋肉マン好きだからあいつらはそうなり得るかもしれんわ。そうだから道場大久保だろ、大久保に道場大久保駅が一番近いから大久保駅は確か俺が見た時はジャンクマンだったよ。だから全部ジャンクマンこう押してるってことだろお前が言ってんのは。いや全然じゃなんでだよ。いやそこはなんでわかんねえんだよ。筋肉マングレートを全部押してるって言ってんよ。それ一回だからなんでだよ。そいつは一回死んだかもしれないけど超人墓場行ってそいつ超人じゃねえだろ。弾も超人は幻覚にかかんねえよ。いやいやかかるんだそういうやつ。かかんねえよ。立花もあれだね、63駅それと一緒に回ってなんでやんなきゃいけねえんだよ。それから全部説明してくれるからこの超人はこういう話があって。勝負だ勝負。勝負って言ってんじゃないかよ一緒に回るって言ってんの一緒に回って勝負って押していかないと散歩していかないと。もうどっちなんだよ一緒に回って勝負しなさい戦うしかないの。どうする戦うのかそれとも俺とやるかどっちどうすんだ。いや勉強した方が一緒にお前ってやつやらな。俺これもう死んじまうよ。もったいない、うん、俺はそれこそ死んじまうわ。何を死んじまうんだ。もうお前とは付き合いきれねえ。いやいやもうこんなの。いやでもそんなこと言ってもどっちかだよ。だからさっき言ったじゃん1億円サインする自分 の借りるのにだからじゃあいい俺はやるよ。別俺はお前とじゃなくてお別のやつとやるよ。じゃあお誰別宅。そう別宅だよ。まあ、誰かやつや。じゃあ勝負戦うってことでいいですか。ああ全然いいよ。俺はやってるよ。競争だ。ああなるほどねなるほど。じゃあそれだったらもうあれだからあの今スタンプラリーの商品が金消しだ。そう限定の金消しなんだよ。ああ金消し争奪戦だよ。お勝負勝った方がもらえるぞ。金玉金玉金玉争奪戦間違えた金玉争奪戦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 金玉だよあいつ出しすぎだ出しすぎお前最低だよもうまあ間違えた いいんだとりあえずとりあえずだ5人集めろお前5人そっち5人集めれんのか。集めれるよちゃんと。ちゃんとあれだぞ。お前あれだろ。悪魔だっけ。悪魔から力もらうんだろ確かあいつらは。邪悪な神。そう邪悪な神だ。邪悪な神から俺は力で1億パワーなんだろ。ちょっと待ってお前はなんか筋肉マンみたいな手なんだけど。なんだよ。俺が筋肉マンの手だ。あ、じゃあ俺は筋肉マンのお前ビッグザボビーふざけんなよ。瞬殺されるじゃねえかよ。瞬殺じゃねえ、知らねえ。瞬殺されてたよ俺が知ってる限りフェニックスに俺は最近のやつはお前ビッグ見たよちゃんと。俺は勝ったよ。勝ったと思う。新しいフィニッシュでな。ああ知ってるよ。メープルリーフクラッチや。ああそれで全然知っとらん。あのぐるぐる回るやつだよ。メープルリーフクラッチ。じゃあ相手の話だよ。あのギャガガガガって回るやつだろ。それナパームストレッチの間違いじゃねえの。それなんだナパームぐるぐるって回るのお前筋肉当たるの技だろそれ。お前全然勉強になってないな全然会話ができねえよもうもう明らかにキャッチボールしてると思ってたけど俺はもう違うやつとキャッチボールしてたかもしれない。こいつに目がけて投げてんのにこいつはそれを取ってねえんだよ。だけどこいつはどんどん俺にボール投げてくんだよ。わかるか言ってること。俺はもうこいつの後ろのネットに投げてるようなもんだよ。これはもう一切拾わない。違うんだお前が投げたボールがない。例えば野球だとするだろ。ああでもこのボールが 俺からするとなここに来るとサッカーボールになってんだよ。わかるか。わかんねえよ。競技が変わっちまってんだよ。だから競技変わったらどうなんだよ。だから俺は手使えねえんだよ。アシスラーを見せてきます。なんでなんでそんなお前ドヤ顔で言えたんだよ今足使うんだよって。いやでもサッカーそうだろ。サッカー足使うだろ。手使ったらハンドだろ。いやだからいやまずその前サッカーのルールも知らないから。その前になんで変わってんだよ競技が。なんで俺が投げた野球ボールがそっちに行く時にはサッカーボールになっちゃってんだよ。お前それ筋肉マンって言うとあれだぞお前何位の悪魔超人出てきたけど最初にプリプリマンって出てきたのケツの超人。 あれいないからね途中から。平国やつやろ。平国やつじゃねえよ。あのプリプリマンじゃ違うよ。プってやらねえよ。それ筋肉マンだろ。それ筋肉マン筋肉マン平国
鳥で、あれ飛ぶやつだろ。そうだよ。じゃなくて、プリプリマンっていうのがあるんです、ケツの超人が。おう、そいつが、そいつが次のページめくったらいないんだよ。わかるか、お前。それはあれだろ、もう作者さんのだろ、完全に。そう、井出さん、井出先生、お前あれか。いや、お前が今遠回しにディスったんだから、次のページ上げたらいねえんだって。それはもう完全に言ってるよ。ってるよ。いや、これはもう見てるやつは、これもし見てたら、その作者の人かな、言ってたら、あ、今もう完全に俺のことバカにしてるこの人って思ってるよ。お前もな。食べ過ぎた。汚ねえな、お前。食べ過ぎたじゃねえよ。まあ、とにかくお前ここに集めろ。ね、ああ、いいよ。金欠争奪戦だ。全然いいよ。5人だろ。じゃあ早く63個スタンプ集めた方が勝ちにする？いや、もちろんそうしましょう。で、ただ負けたチームの金欠はプレゼント。いや、それはちょっと。あれなんだよ。あれ、お前ビビってんだ。じゃあいいじゃねえかよ。俺は全然いいよ。その金欠だろ、うん、全然いいよ。俺の射程どもに やるよ。お、俺が負けたらな。お前ビビってんのか。いや、俺も全然大丈夫っす。じゃあいいじゃねえかよ。いや、俺も大丈夫で、お前も大丈夫で。お前も金消しやりゃいいじゃないですか。なんだ、金消しやりゃいいじゃんって。俺のは、いや、俺のでいいじゃん。なんでだよ。俺の金消しは俺ので。じゃあ勝負の意味ねえじゃねえか。いや、ありますよ。なんだよ。こう目に見えて、プロレスもそうだろ、やっぱ63つ集める。目に見えて、こう目に見えて勝ち負けがあるから、それ見てる方も本当に本気になれるんだ。本気で応援しようってなれるんだよ。わかるか、言ってること。プロレスもそうだろ。でもこれはプロレスじゃないんで。だからプロレス例えてるんだよ。例えじゃないんですよ。例えじゃないですわ。お前が決めることじゃないんだよ、それは。例えじゃないか。いや、例えじゃないですよ。だからそれはお前が決めることじゃないんだよ。例えられないです。申し訳ないですけど。何。いや、だから多分63駅立花の方を回って、集めたっていうのに対して見てる人は、おお、やっぱ立花の金消し集めて、頑張って集めてもらった、これ頑張って、これを俺も欲しいってやついっぱいいると思うよ。いや、それは全く一緒だよ、お前自分で言ってること。逆も一緒だよ。いや、俺は俺が欲しい。でも見てる、まあ俺の射、まあ、全員俺の射程だけど、まあ俺の射程の中にもお前のこと好きなやつがいるかもしんない。まあ、俺が一番だけどな、そいつは。だけど、そいつは、須谷さんが頑張って集めた金消し私にくれないかなって思うかもしれないだろ。いや、やらないだろ、普通。なんでだから。じゃあなんで俺のあげんだよ。お前だって嫌いだって言ったじゃん。嫌いとは言ってねえ、好きじゃねえとは言ってるわけ。じゃあいいじゃん。でだけど、そういうもんじゃねえじゃん。こう、目に見えて勝ち負けがないとダメだろ。本気になれねえじゃん、だってそしたら。何時間でもかけていいですよ。神奈川県ありましたよ。おぉ、マジか。ただね、ちょっと皆さん、このガソリンのメーターを見てください。はい、やばいやつだよ、それ。皆さん、あ、まだでもない。ランプはついてないですけど、まだ下のあれはついてないですけど、皆さん、お話盛り上がってたから、何も言えなかったんですけど、あの、ガソリンがありません。あるってなってますよ。今、だいたい道場まで、あと87キロ。これ、80キロ走れるかね。もし最悪。止まっちまったら押していくしかない。そうですね。超人高速道路。超人です。テリーマンのあれか、超人オリンピックのやつみたいなやつか。道路使うから、お前止めろよ。そしたら犬がいねえとダメじゃねえかよ。あの、一個前の車止めろよ。一個前の車のために俺が止めんのか。そうだ。いや、もうじゃあこんなんじゃねえか、距離。で、これ、あれだよね。多分これガソリンじゃないだけど。これ、レギュラー、早くやばいやつですか。いや、わかんない。どんくらい走るのか、これ。まあ、最悪1000円ぐらい入れとく、早く。やべえ、つって。給油しとく。そうっす、入れといた方がいいっすね、とかね。というと、次のガソリン、あ、どこだろうね、給油ポイント。全然ね、この先給油なかったら終わりっす。あの、まあ、止まるの待つだけ。まあ、でも、お前、5人誰集めるの、じゃあ。
だ教えとけよ、ちょっとなんで教えなきゃいけねえんだよ。なんでお前あれだろ、ソルジャーチームみたいに。ああ、裏切り者出す試合の部下から。その時によってあれだろ、チームをあれを編成するって言って、なんかこうカメラの。あ、じゃあ全員マントだ、うん、そうだよ、なんかかっこいいニュージュ。そうそうだよ、そうするよ、紹介しようみたいな感じでかっこいいな、確かに。そういう入場の仕方か。そうだよ、いや、そうサプライズが大事だろ、やっぱり。じゃあ、ちょっと一人だけ行ってみるよ。あの、フェニックスチームみたいな一人だけ出すとか。マンモスマン。マンモスマンみたいな。誰だ、そしたら、やっぱマンモスマン並みに強いやつじゃねえといけねえから。副社長。副社長だよ。近藤か。お前は知らねえぞ。本当俺は知らないからな。本当か。でも一応俺スタンプラリーに近藤さん誘ったけど NG だった。ふざけんなよ。63キロしんどいわっつって朝から。それゴールした金券だけちょうだいっすよ。金券だけちょうだいって。そんなずれじゃねえか。そんなのダメだよ。ニコプロのあの応募の一人になんないとダメだよ。もう近藤連れてこい、連れてきてみろ。ほらなんで連れてきたらどうすんだよ。いや俺はあんま関係ないです。山のチームなんだから。じゃあなんで連れてこいって言ってんだよ。これオープニングのトークの振り返ったらこれやばいじゃん。やべえ、神様よ。神様だよ。さっきもね、邪悪な神だぞ。あれ近藤は言ってじゃねえか。言ってねえよ近藤は。お前言った今。ああ言った。違う、うわ今近藤は得た日になって。それはマラムが近藤は得た日になって言ってたからな。やべ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 な。うわもう言っちゃったさ。大学1年生の時の大学5年生。先輩それマジって。先輩やべえっすって。それどっちが言ったんだっていうのを今巻き戻してみないと。うわやべえっすって。いいよ全然。やべえですって。うわやっちゃったっすよ。うわやばい。今度俺近藤さんにも近藤なんて言ってないぞ。マジやべえっす。さっきはね近藤か近藤かって言ってたから。やべえっす。俺違う近藤さんだもん。誰だよ。やべえっす。修士さんじゃねえ。違う俺近藤春なんですよ。近藤春。近藤今度あるな、全然。副社長なんだ、今度あるな。俺、副社長のこと言ってない。じゃあ俺は副社長って言ったら、近藤かって言ったから。言ってないですよ、俺。言ったよな。言ったよな。近藤かって言ったよな。それは言ったよ。俺言ってないですよ。それは言ったわ。言ってないですよ。それは言った。うわー、また。また俺のせいにしようとして。これは、もう。やばいっすって、先輩。じゃんけん。やばいっすよ、これ、本当に。じゃんけんで決めて。何のジャンケンだよ。どっちが悪いかジャンケン決めて。これやばいっすよ。100だろ。100そうや学ぶだよ。102じゃないっすか。102とか。出た。これもなんか何時間前から見たぞ。これはだから気持ちは102っすよね。気持ちは102だよ。だから100そやさんが悪いよ。これはもう完全に。いや俺じゃないです。マジであれだね。これいやいやニコプロ視聴者アンケートやね。いやこれはもう立花が悪い、それが悪い、両方悪いっす。両方悪いと思うっす。両方悪いはもう道連れに仕事してるだけじゃねえかよ。いやだってそれはだってもう言ってるじゃん、近藤得た否認だっつって。さっきじゃ俺は確認だよ。近藤だっつって言ってる。近藤だって今度さあれ名前入ってるから。これなんだよ名前って。下の名前はないけど、ああ出さなかったけど、ああ近藤は大人だっつって。じゃあそこの俺近藤は大人だって言ってたよ。やばい違う。俺は それこそ俺にその近藤はやばいよ。もうハリセンボンの今度あるな。俺もちょっと寒気してたもん。ちょっとやばいよこれは。これ着るか。知らないそれ。焼き肉食ってやんだけど。てめえがステーキ買って持ってったんだよ。油臭いよそれ。ちょっと後であそこはかけるからいいよ。あそこはかけましょうか。あ後ろにボトル入るじゃん。林さんの車だからつけたもん。それあそこの間ねタンクあったよね林さんね。はい、やりましょう。タンクで持ってたよ後ろに。先輩にちょっと失礼なことしちゃったんで。すいません。お前じゃ誰連れてくんだよ。コニー。俺か。あ行ってみろよ。お前も最初から貸していけよ。じゃあ俺はその隠すスタイルだとして。俺隠すスタイル。どうしよう。どうやって。
お父さん、君の親父、ストムさん、ストムさん、おい、参戦。お前じゃあニコプロの人は、お前とお前のお父さんが63駅回ってやったーってやってるのを。親孝行や。それは違う企画でやれよじゃあ。もうただあれだね、長野から出てきたお父さんと子供がワーワーやってるって。ゴールデンウィークの両親全部親父にやらせようかなと。でお前金消しお前がもらうんだろ。当たり前やないか。全然親孝行じゃねえじゃねえかよ。じゃあ俺はお稲葉岩石。お稲葉また反対側に、さよなら反対側に稲葉が。稲葉は金魚も知らんで全然。いや俺も知らねえんだもん全然。いいんだよ。誰取れてこう。だろ、稲葉岩石。だって稲葉あれだよ、筋肉マンの。あれしか。筋肉マンってどこのボディービルの人ですか。それはトレーニング好きだから。それはもう世間知らずすぎだぞ。筋肉マンも知ってんだ。あ、僕は知ってます。あのどこのボディービルの会社ですか。大丈夫。それはもう自分のタッグパートナーの心配してください。もうそれはあなたあなたが。それをそれ稲葉入れるの。大丈夫。入れるよ。お前を孤立させる作戦だよ。孤立させるってどういうことだよ。お前の5人を集まらなくさせて、もう不戦勝で、1人でやってもいいけど、もう明らか5人のが効率いいからな。どういうこと？ 5 人だったら1人ずつ駅違う。それダメだよ。なんでだよ。そうなったらまずダメなんだよ。1人1枚って決まってんだよ。あや、なんだよ。結局63駅守ることは確かなんだけど、でもね、なんかね、結局地図が見たけど、あれどう回るかが多分勝負だと思うんだよね。じゃあ頭いいやつを連れてった。そう、あの山手線の駅を回って、あと総武線とか常磐線とかいろいろあるから。まあ、っていうことを考えるととんどころだな。それ一番待つやつやな。小卒をとんどころで、とんどころと稲葉と近藤さん、あと一人じゃん。あと一人は、まあ、そこにやっぱりより強力にするとしたら会長かな。会長一番足でまとめたぞ。それは一番やばいぞ。だって電車乗れないから。それは一番やばい。これどうやって買うんだよ。そんなのか。乗ったことないし、絶対電車乗ったことねえやつなんかいねえだろ、日本で。いやいや、車しか乗ってないから。ああ、まあ確かにな。多分スイカは知らないだろうね。なんだよこれ。本当かよ。これどこに入れんだよ。入れるとこねえじゃねえか。あ、いやこっちじゃなくて、こっち側です、こっち側です、ピッツって。むちゃくちゃ引っ張るじゃねえかよ。でも決め、それだから言っちゃったから。ダメだよ。じゃこれはあくまで確定だよ。もうダメだよ。確定だ。じゃあくまでこれはまだあれだから、決定段階じゃないから。で、あと武藤さん多分朝がやるの嫌なんじゃない。あと練習時間取れないと。あとあれじゃん、途中の大塚とかで降りてさ、ゴルジン。いや、そしたらもう 100% 負けるじゃねえかよ。遅い、進むのが遅いって。絶対いいと思う。大塚で2時間ぐらいあいつら溜まってるぞってなるぞ。絶対。実はもしかしたらあれね、あ、原宿にもあったんですよね。ってことはあれだな、そしたらもう63個のジムを制覇しようってなっちゃうじゃねえかよ。浜松町とかもあるよね。なかったっけ。俺のチームのやつを一人バイクマンとしてそっちに潜入させとくから。お誰だ。バイクマン。ゼブラチーム戦った時も知らんのかな。お前、ね、お前がバイクマンじゃねえか、中身。あれバイクマン中身。あれお前バイクマン中身だろ。どういうことだよ。ラーメンマンだろお前。なあ、ゼブラチームで俺最初インター、ゼブラチームにいたラーメンマンか。俺はラーメンマンじゃねえ、バイクマンか。バイクマンの中身はまだ最初ラーメンマンなんだ。知らんのかな。知らねえよ。ゼブラチームと筋肉マンチーム戦った時、もう一回見直してこいよお前。ちょっと筋肉マン、そこまでがっちり読んでねえんだよ。いや、そのぐらい勉強してこいやってことだよ。なんでそういう心が大事だろ。最初お前言ってたじゃないか、心が大事だって。いや、それは違うわ。それは違うわ。もうそれ話し合ってくる。それはどういうこと。もう違うわ。その俺が言ってるのは、俺は正義が見たいんで、筋肉マンが本当に好きで勝負して。俺は筋肉マン嫌いなやつと勝負したくないよ。だから嫌いではないけど、嫌いではないけど好きでもないだけど、まず一番最初にお前が俺に勝負を仕掛けてきたんだぞ。好きじゃねえって言ってる俺に対して。
じゃあお前矛盾してるじゃん。違うよ、お前がやらせてくださいって言ってねえだろうがよ。言ったじゃん。お前が違う、お前がじゃあやるかって勝負仕掛けに来たんだよ。で俺はあ、いや別にやんねえよって言ったけど、お前がなんかビビってなかったらやってみろよみたいなこと言ってきたから、俺はビビってねえからじゃあやってやるよって言ったんだよ。いや違うよ。じゃなんだよ。いや俺ぜひやらせてください須田さん。いつ言ったんだよ。俺全然知らないけど勉強したいんで、あの僕と戦ってくださいって言ったじゃん。いつ言ったんだよ俺が。僕と戦ってください。なんか言ったよ。言ってねえよ。どこにあった？肉プロ。今放送してる。肉プロって。筋肉マンの肉に持ってかれちまったじゃねえか。肉プロと勝手にお前筋肉マンとお前いいのか？肉プロと筋肉マンそんなコラボさせてお前。下野先生怒られるぞ。僕が勝手なしたらお前。著作権の問題。今のは。ええと怒られるぞ。じゃ今の噛んじゃっただけだろ。今の噛んじゃっただけだよ。ニコプロこれ放送してるやつらもう全員、まあやっぱさやさんは頭おかしいんだなって思ってるよ。これ見てるやつら全員もう頭、もう本当に頭おかしくないよ。あんたおかしいじゃねえか。ちゃんともう学校も出てるわ。そういう問題じゃねえんだよ。大学大卒だから大学まで出てるわ。お前大卒、大卒、あ、そう。あれでもそういう教員免許持ってんだよね。持ってます。こんなんが教師やったら終わるぞ。お前教員免許持ってるよ。100人の気持ちでとかいうやつがお前自分の担任だったらもうこの人何言ってんだよってなるぞ。もうグレるよ。みんな不登校になっちゃう。それこそそうだったら楽じゃん。楽じゃねえだろ。みんな不登校になったら絶対今日の授業終わります。教師失格じゃねえかよ。毎回楽じゃねえかこんな仕事は。お前教師失格だろお前。そんなの教師失格は。あれこれ止まれるのか。どうした。中井、あれ左側に中井のなんかあるあれがパーキングエリア、うん、これガソリンスタンドあんのかな。ないだろ。ないのか。でも止まれねえだろこれ。もうこんなにチク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 やってるぞ。チクチク。ガソリンスタンドはどこにあるの。あ、この時間あれだよ。もうトラックのあれがワンヤンかワンヤンかじゃないですか。ちょうど日曜日ですもんね。そうですね。中部のこの時間で。ただね、あのだいぶね下の線に近づいてきたよ。今後ろの方はお話で盛り上がってたけど、だいぶ線の一番下の線の近くでは針は来ている。メーターはね。やべえじゃねえか。メーターはだいぶ来ている。本当にジョージオリンピックの新幹線押しやんなきゃいけねえじゃねえか。やばいぞこれ。頼むよ。どうすんだよ。でも次の給油ポイントが俺たちの頂上オリンピックは弁当しかこれか。でも給油ポイントがさないんだよね。でも次のなんだこれ。これはあれだな、高速が降りるまでってことだな、今のは。頑張れってことだね。サービスエリアってガソリンスタンドあるのかんない。だから次のガソリンスタンド、次のパーキングサービスエリアは普通に携帯知ってんじゃねえかよ。おい、さっきヒロスタンドが入ってロックかかってるって言ってたじゃねえかよ。あれ、そんなこと言ってない。そんなこと言ってないよ。言ってたよ。言ってないよ。おい、ちょっとあれは自分のピンチになった人でやってるからね。あの結構これ危険を感じてくれてるんだ。危険を感じてくれてるんだ、佐弥君も。俺はワイルドだから携帯なんか持たねえって言ってるじゃねえかよ。佐弥君なりに。うるさいからお前、透明がお前、あの白い透明だ、そっちの透明。透けてるな、透明が。透明高速と。やばいぞ、みんな。あ、でも近くにまた IC、インターコンチある。インターコンチ。インターコンチ、IC、インターチェンジ、インターチェンジ、インターコンチネンタルがあるな。作る？レスラーインターコンチネンタルオード作る？これ以上ベルト保持者大変なことになっちゃうぞ。あ、そう。もう団体所属全員ベルト保持者にするか。っていうか、そうだ、人数分作ろうぜベルト。そうだな。まあ、それいいじゃん。どうだよ。どうすんだよ。え？じゃあ
今以外の例えばじゃあベルト作るとしたらどんなベルトなの？アーンベルトでしょ。じゃあもうさ、俺しかチャンピオンいねえじゃねえかよ。じゃあ分かる、汗に負けるわ。汗に負けるわ。パン、俺に勝てるやつはお前想像いないぞ、多分。なんかいいよ。ふざけんなよ、お前ら。なんかいいよ。ベルト何作るっつって。なんか何個作るんだよ、ベルト。でも、何個作るの？あと USAB じゃん、USAB。USA、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 その時 USA ベルト、ダパンプベルトか。今どこですか。今？これなんですか。どこでしょう。あれじゃね。だいぶ緊張感が出てきたね。ちょっとこれもマジで。大丈夫。次の給油ポイントはどこかによってはこれ高速を降りた方がいいのかっていう判断にもなるからね。次はあ、次エビナ、エビナ、エビナ、エビナサービスエリア給油ポイントあるか。エビナだったらあるんじゃないですか。ありそうだよね、でかいからね。結構でかいっすよね。24時間だよね。そこが問題かもしれない。一番24時間じゃなかった。登りですよね。登ってますね。ちょっと登ってますね。24時間であればいいですけど、24時間じゃなかった。ガソリンスタンドあります。営業時間はガソリンスタンドがありますか。でもまだあれでしょ、だいぶちょこれエンプティーついてるもんね、まだね。あとはもう海老名まで何キロかっていうのもドキドキしますよね。あ、これアイスクリーム美味しそうやな。何見てんだよ、ここで。お前あれだな、サービスエリア そのメニュー選んだな。はい、とりあえずエビナにアイス食べるか。みんなエネオス、あいい、アイスいいな。デザート、あ、先輩ごっちゃんっす。ごちゃんっす、ごちゃんっし、ごちゃんっし。ニコプロを敵に回しました。あれ、いや、あれ、お前立花はニコプロを敵に回してる。なんだそれ、ドラクエ見てじゃねえか、なんかやばいよ。これ何キロが出るか。立花の会心の一撃を食らった。いや、エビナまで出てない。あれ、こっちどうやって見るんですか。十何分じゃないですか。十何分エビナまで。多分そう。厚木までしょ。そうだよね。厚木の手前か、こっちか。いや、緊張感あるね、このドライブ。やっぱり林さんもひどいよな、本当にしてくれてねえんだもん。帰りコーナー任したとは言ってるから、社長もあのまさかこんな僕ら4人でやばいよね、透明で止まるってこう大事件の予兆だよね。煽り運転であれしたりとか。あ、24時間です。あ、ってことは海老名までたどり着ければ、だってこれあれでしょ、何リッターか入れればとりあえず生き延びるでしょ。これ電話します。誰に。ガスステーション大丈夫でしょ。4名4名ですけど、やってますかって。4名はダメですねって言われたらどうすんだよ。知らないよ、そんなの。知らないって。4名と1台ですけど、4名と1台で、ちょっと電話番号いいか、ちょっと電話してる。もうちょ、04名、もう大迷惑野郎だよ、それはもう大迷惑野郎。なんでよ、もう逆にもう親切で、あ、これから4人で1台乗ってくるんだって。いや、4人で1台ベンチですっつって、いや1台来ます、黒いの来ますわっつって、準備しといてくださいっつって言えば。ただこれ廃屋でいいんだよね。レギュラー、なんか分かんないです。それ結構まずいだろ。廃屋じゃないですか。廃屋か。廃屋だと思います。聞いてみましょうか。カズちゃん聞いてみましょう。聞いてみましょう、カズちゃんに。カズちゃんにってお前。いや、いいんですよ、ね、だって。でも電話してみよう。電話してみましょう。カズちゃん。社長。社長にカズちゃんって言ってるからな。え、カズちゃんですよね。カズちゃんは知らないぞ。危険テレビじゃん。これ出なかったらどうすんだよ。出なかったら、出なかったらもう入れるしかないよ。はい、爆発するかもしんないじゃねえか。カズちゃん出ねえ。出ない。あ、お疲れ様です。社長。あ、すいません。あの、ちょっと、申し訳ないですけども、車
車のガソリンがなくなりまして、これハイオクでよろしいでしょうか。ハイオクでお願いします。全然ちげえじゃねえかお前。軽油じゃなくて大丈夫ですか。軽油ではなくて。軽油じゃねえよ。あ、すいませんじゃあ。わかりました。あ、海老名に着きます。あ、海老名でね。はい、はい。すいません、失礼いたします。来ます。はい。はい。社長にも言われてんじゃねえか。バカって。はい。何リットル？はい。ね、ちょっと計算する。あ、じゃあ適当に。それを、はい、練習してもらったりほしいんでね。あ、わかりました。はい。じゃあ適当に。はい、OK です。わかりました。じゃあ適当に入れていきます。適当じゃなくて。あ。はい。持っちゃダメだから。あ、リラックスは何リットル入れてって言うから。わかりました。はい。はい。お願いします。細けえな。社長にもおめえバカじゃねえのって言われたじゃねえかよ。言われてねえよ。言われたろ。言われてないよ。教員じゃねえよ。お前バカじゃねえのって言われたじゃねえかよ。じゃあ多分違うやつに。お前、違うやつに。あれ、でもイベント中かな今。イベント中だと思う。お前イベント中だとしたらお前ファンのやつにバカじゃねえのって言っちゃやばい。隣のやつ多分バカじゃねえ。いやお前そんな社長まずいぞ。来てくれたら来てくれた。お前自分のイベントに来てくれたやつにサービスやん。サービスサービス。じゃああれだ、要するにあれだ、あいつは要するに東京清水間のガソリンの量を計算してその分入れて、その領収書を会社に出すってこと。はい。だから何リッター入れてくれみたいなこと。というか、問題は海老名まで持つかどうかだよね。海老名結構あれだね、全然つかないもんね。海老名って見えないんだよね。そうですね、上に出るはずですけどね。あれだいぶもう下の線の上ぐらいまで行っちゃうね、とりあえず。とりあえずなんか一番下の線の大丈夫ですかね。あと10キロぐらいか。あ、10キロぐらい？多分あと10キロぐらいだと思うんだけど。大丈夫？まあ、10キロはいいんだけど、この車10キロ持つかね。燃料が。緊張してきた。じゃあ、ちょっと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 、お疲れ様です。65リットル。はい。65リットルを入れて、はい。経費生産、そっちでやってもらってもいいし、俺にもらってもらってもいいし、どっちもいい。あ、すみません、ちょっと、もう一度言ってもらってもいいですか。すみません。65リットル、はい。はい、奥で、はい。はい。はい。経費生産。はい。はい。あ、わかりました。じゃあ、領収書を取っとく形で、はい。行ってきます。はい。すいません。わかりました。じゃあ、経由で。あ、経由じゃない、すみません。回りました。はい、すみません、じゃあ失礼します。100万するぞ。お疲れ様でした。経営は絶対エンジン壊れるね。どうせまたバカじゃねえのって言われてんだろ、お前。違うよ。なんだよ。あのさぁって言われて。そっちの方が怖えじゃねえか。ちょっと怒ってんじゃねえか。そっちの方が怖えじゃねえか。やべえな。あのさぁって。もういい加減にしなさいよ、ね、その後続く言葉です。あのさぁ、いい加減にしろよってことだ。どう見てもさぁ、で終わっちゃったんですよ。いや、もうこれはもう自分のチームに入れるしかないよ、社長を。で、これはもう中を取り戻すしかないよ。社長はちょっと、なんだろう。社長は知らんでしょ、君は。知ってんね。ロビンマスク好きやってたな。じゃあ、知ってんじゃねえ。でもさ、軽油入れても多分走ることは走るんだよ。その割にエンジンが壊れるってだけで。まあでも
やってみる価値あると思うんですよ。いや価値ねえだろ。一番近いって言ってどうなるか分からない。どうなるか分からない。経由でもしこれなんで走るんであれば経由の方がいいじゃん。え今このタイミングで冒険をする意味が分からないだろ。あでも何リッターが入れるって言われてるんだもんね。はい。65。65、15じゃなくて。65つ。65つもないんじゃん。知らない。俺もそれも分かんない。65リットルってまあまあ大量だよね。エビナエビナエビナジャンクションでしょ。まだってことかい。まだですまだまだかい。そうそうそう、ちょっと面白い話だ。なんだ面白い話って。滑らない話ってやつだろな。ねえ滑らない話なんか。サイコロ振ってやるから。いや何俺とお前しかいねえじゃねえかよ。違う、お前しかいねえよ。なんでだよ。じゃあサイコロ振る意味ねえじゃねえかよ。だから意味ないっつったから、だからサイコロ振ってませんよ。今サイコロ振るからって言ったろ。いいじゃない先輩、ちょっと待ちます。ちょっと線の下行っちゃったね。線の下、この一番下の線の下行ったね。これ大丈夫か。限界超えたとこ線の下行ってない。これつくのか。いやわかんない。エビナってどんくらいあった、うん、いやでもエビナは24時間のガソリンスタンドがあるから、そこまで行けば急に切るから、そこまで行けるかどうかだよね。緊張感出てきました。お、書いてるじゃないですか。これ何どこ書いてないな。エビナは書いてないね。でもこのマップの感じだと、あれだあれだ、どこだあれだ、どうだどうか。エビナまで2キロ。おお、2キロは持ちそうだね。いいですね、この。なんでこんなギリギリまで入れないわけ、みんな。そんなことよりさ、やっぱあれさ、限界超えた時になんかあるかね。見える。もう一度強くなるんじゃないですか。それサイヤ人と一緒だよ。それを自分の車に貸してんのか。サイヤ人も一回こういうもう瀕死状態までなってまた強くなるわけ。なるほど。車も多分瀕死の状態を繰り返すことで、この車も距離長く。この車はサイヤ人なのかかもしれないね。もしかしたらナメック星人かもしれない。でもナメック星人だったらスーパーが欲しいね。大丈夫か。 800m。 よし、間に合う。見えてきたぞ、見えてきたぞ。いい景色だな。あ、そっちだ。あ、見える、ちょっと。すいませんね。お、これかい。来た。お。よし、間に合った。なんとか間に合ったか。何しんだよ。これだね。これ、はい、曲がるよ。まっすぐ行きましょう。まっすぐ行く。あ、いや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 、どうぞ。いや、さあ行くだろ。なんでまっすぐ行っちゃうんだ今。一か八か。まっすぐ行くなんて選択肢一番ねえだろ。ここでもしまっすぐ行ったら、もっと強くなるんだよ。いやもう、いや、これはもう死んじゃうよ。強くなる以前に。いや、ドラゴンボールで。この瀕死追い込みすぎたら死んじゃうから、ドラゴンボール。ドラゴンボールで蘇らせねえ。なるほど。長く集めて。そうですよ。とりあえずアイス食べるか。ああ。俺たちも給油するか。まあ、そういい感じです。アイス一回挟む。そうだよな。ちょっとデザート欲しいよな。この、この65リットルの食うから。その前に我々もちょっと。あ、の、トンショナンパできる。あれ、トンショさん。これトンショ呼んできた。トンショナンパコーナーってますか。あります。サブスケアするコーナー。どんどころ順のナンパ講座。毎週あれかな、10分ぐらいやったほうがいいかな、ニコプロで。やったほうがいい。人気出るかな、このコーナー。よいしょ。その1。いやー、何とたどり着いた。酔っ払いを見つける。しゃ。何とたどり着いた。ドキドキしたね。いやー、危なかった。65リッターって、そんな。変人じゃねえか。おめえのやつだよ、これ。お前、自分で言ったじゃねえか、今。お前のやつって。お前、お
前頭おかしいのかおい、本当に本当に頭おかしいのかお前、おいちょっと待て、ちょっと待て、本当に意味が分かんねえ、おい待て待て、本当に意味が分かんねえ、お前おいお前バカ、本当にお前、お前ちょっと待って、じゃあのよくイケメンってやってるじゃん、これ あ, のあれかなと、言わんといけんのかなと、マイティーソーみたいになる。何がマイティーソーだよ。あれでしょ、アベンジャーズ。あれアベンジャーズ。アベンジャーズ。俺、てっきり落としたらさ、あのパコって真ん中抜けたのかな。それだってもう、湾曲してるもん。フレームの。結構脆いな、これ。びっくりした。ちょっとびっくりした。いや、お前、どんなサングラスだと思ってんだよ。消防士。あ、メロコだよ。もしかしたらめっちゃお安くなってますけど、もしかしたらサングラス売ってるかもしれないです。サングラス売ってるかもしれない。私たち買いますか。いや、もう最近ね、領収書買って、あの林さんに来てるよ。あれ、林さん、あのさーって言われるよ。あのさーって言われるよ。あのさー、言ってさ金融65リッターでめっちゃ安くするけどさ、領収書。アイスはもう閉まってんのかな。ええ、そうこういうなんかさっきありましたけどね、アイスのあのなんか成城石井普通にアイスクリーム売ってるとかあったの。あれもう閉まってんじゃん。成城石井でもゴディバーはありますよ。ゴディバーチョコもう終わってますよね。あれこっちはスターバックス閉まってたんですよ。あれもういや全部閉まってんじゃない。コンビニとかスーパーしか出ねえじゃないか。あれふとを見たときあいつら多分おかしいぞ。だってあれ本当にこの気温で T シャツでよ。あれあのソフトクリームある。あそこだ、あそこ上じゃないじゃん。すごいな。すごいなじゃねえ。お前がぶち壊したんだよ。人のぶち壊して。ああ、ほら、どうしよう、ほら。ここだよな、もう。そこじゃねえのか。あれ、ここ前来ませんでしたっけ。ここだよ。で、相手の。閉まってんじゃないか。上は上ないですかこれ。上あれフレンチトースト専門店ある。なんだそれ。フレンチジュース売ってます。オープン7時から10時って書いてあるんです。7時から22時って書いてある。絶賛って24時間だけど、あ、でも眼球一番しかいないんじゃない。正常に浸透。あ、それもさ、1300円。ぬいぐるみか。あ、ぬいぐるみ買えんすね。あ、それでそれってこと。これか。ちっちゃいっすね。一番安いのどれ。一番安いのマスターボール。あ、それだ。いや、これはいらねえな。あ、スイッチだね、スイッチ。本当だ。セレブガチャやる。1000円ですよ。1回1000円。ほら、使用中止とか当たるから。スイッチ iPod 当たるから。テレビもある。 PS4 もある。1000円。あ、PS4
今から自転車ってもうなかなか地獄だね。しかも物なかったね。子供用じゃないですか。これ釣り用だろ。キックバイクだから。ありそうっすね。いや、アイシアはねえだろうね。なさそうですね。ふざけんなよ。いいじゃねえか。ガッテン。ガッテムス。ガッテムス。これはガッテムス。これガッテムだ。アイスないね。違う。ガッテン寿司。ガッテン寿司食べます？ガッテンガッテン。海鮮丼？海鮮丼？ガッテン寿司はないよ。そばか。ほう。そばだ。完全に。で、アイス食いに来てなんでそば食っちゃうの？いや、ないから。いや、せめてなんかさ、守りそばですよ。ドンと700グラム。やば。1000キロ多いじゃねえか。俺たちやるよ、2杯分じゃ同じ。俺たち340グラムとかの肉だから。あれアイスないよ。重そう。でも一緒に色々しようぜ。ちゃんぽんタン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 麺うまそう。タンタン麺お願いします。食べます。いや、アイス食うのかい。ラーメン食うのかい。食う。食うっすか、それ。食べるよ、食べるよ。食うのか。こっちもラーメンじゃない。ミニラーメンも食うの。牛塩とか、おしゃれ。うわぁ。うわぁ、って牛誘われちゃってるよ。うん、富士山。富士山ラーメン。ミニラーメン混ぜる。なおちゃん。あれ、こっちもガッチリなの、揚げ物もある。トリプルインパクト。ビフィードメイドクールも自動系なの。ローストビーフ。あ、メガ唐揚げ定食。答えですか。やめろよ、やめろ。アイス食うんじゃねえのか。どこで買うんだ。これ、なんて星田の製造石に買うしかねえ。もうスーパー、もうそういうことだよね。よし、来るか、よし、来るか。来る、これは。そばとか来る。食べる。全然、まあ、俺は食べてるか。楽しかった。先輩食べたいみたいです。食べたいってわけじゃない。コさん、先輩が食べたいみたいな。あ、おいおい、全然待つよ。いや、食べたいわけじゃない。食べます。そうだな。金箔がいいね。金箔アイスが食いたい。こういうのの気分だよ。何それ。ソフトクリームヨーグルトとかうまそうだな。これってここしかないから、コンビニでは取られてない。ミニストップとかあったらソフトクリーム。ああ、確かに。さっきなんかありましたよね。あったっけ。ちょっとなんかお土産みたいなの売ってるとか。なんかよくありません、ね、ソフトクリーム。スジャードがある、スジャード。だけど本当はあれはミニストップとかついてるんだよな。ソフトクリームまあまあ。ソフトクリーム、味噌とソフトクリームはね。な、アイスというか、とりあえずソフトクリーム。ミニストップ、味噌とか、味噌とか。他のコンビニと一線を出してる。ドラーメン食って、アイスクリーム食べてる感じにすればいい。どういうことだよ、全然意味わかんないだろ。確かに。いや本当確かにじゃねえ。どこが確かに。甘いな。あのすごい甘いな。もう一回食べると食べる時間はある。あの24時間だからガソリンさんも。確かに。いや食べる。落ち着こうぜ一回。ちょっとお前なんでちゃっかり両目入ってんだよ。ここよ。最初から入ってほしい。入ってねえよ。ちゃんと映ってるよ。ここになさそうっす。ああ確かに。ありそう。なんかレジのとこに。あるパターンあるじゃん。ないないな。
これ普通のが超売れてるんだ。大元が普通、大元が一番いいやつですね。うん。上行かない。アイス。上行かない。フジテレビグッズすごくない？ちょっと面白くない？いない架空の人物の出てくれあのこの人の話めっちゃ面白いじゃん。なんだかよくわかんない。あのクリエイターズファイルだっけな、うん、そんな感じのやつ。あのいそうなクリエイターのあれや。あ、クオクロ。あれ楽しみ。フジテレビグッズ入ってる。いや絶対いらねえな。いくらこれ。結構重い。結構重いぜ。本当だ。5キロぐらいはありそうだなこれ。これ多分そうやって喜ぶんだよ。女の人。だから女じゃ。いや女じゃねえからだってこれ。好きだよ。これ携帯ケースするじゃん。完全にエンジンですよ。それで髪の毛ありますよ。誰だよこれ。ドラゴンボールグッズとか売ってるなんすか。これスマークリエイターってこれ近藤さんやなんかそれは近藤さん近藤さんそれはそれは知らねえぞ俺は。近藤さんとは興味じゃない。近藤さんじゃないですこれ。確認します。近藤さんじゃないですか。これ確認してください。えそれは近藤さんの。じゃあいつの時代の近藤さんなんだよ。これ6歳くらいの近藤さんでしょ。修士ですよこれ。修士の修士のやつじゃないのこれ。ちゃうの修士のやつなのか。修士のやつこれは。じゃあそんなわけねえだろ。そこがそれなら近藤さんのお母さんそれお前知らないぞ本当に。それは知らんわ、もう俺は。あらら、あれこれ近藤さん、お姉さんいましたっけ。あららら、まじか、近藤さんのグッズ売ってんだ。静岡だからね。ああ、確かに地元だからか、はい、すごいな。あれ、行政にお土産行くの。あれって、初め決勝中のお土産。あ、お土産買ってきましょう。あいつはもう、しかも、うなぎいっぱい。ほら、当初、うなぎいっぱいですよ、夜のお土産。先生に、これを利用して、女を作れるのか。あいつは、どうでもねえな、ほんと。でも、これしか買えないんだよね。先生に。欠場して初めに買ってた方がいいよ。ミルクミルクランド社ランド社ラングド社か。え、初めの好きなもの知らない。あいつ何か何も食ってねえんじゃねえかあいつ。基本何も食わないだろ。わさびわさびとですよ。お前ら全部飲ませてえな。つったな、アイスによ。え、これもやばそう。ニンニク一丁これも一気にガッて口の中入れてえな。別のニンニク、ただのニンニク。すごいこれウニ醤油。ニンニク、ニンニク美味しい。あ、北海道だ。北海道だ。うわ、物産。
飲む牛乳かヨーグルト牛乳牛乳じゃないですか。あ、牛乳だな。でも牛だけホルス乳でも牛の種類が違うよ。ジャージー牛ホルステイン違うのか飲み比べるこれでせめてこっちこっちで当てるどっちがジャージーどっちがホルステインの牛乳かもう牛乳当てゲームキキ牛乳ジャージーのが高いなあでもこれ一本でですよいやコンドさんいたら絶対見たいです。コンドさんあの牛乳一気飲みとか好きだ。悪いやつだ。二車線。二車線を走行っつって。よし。池尻出口および246方面池尻出口のこれ246方向出口へそのあと右車線走行して渋谷方面へそのまま渋谷方面へあ、なるほど出てあれだ下道を渋谷方面に行ってそのままあれってことあ、代々木そういうことだね、代々木だから、はい、多分そうっすね、そのまま下道でってことですさあえアイスも食ったかいはいアイスのとこは取れなかったんでえアイスのとこは取れなかったこれここら辺から出るのかなあれアイスも食わなかったってことかアイス買いまくったでしょもうバッテリーが 10% しかねえ俺もいやまあこれ渋谷行けば多分ねあとはえゴディバと溶けちゃうよメロンソフト何してんの北海道メロンソフトなんていうやつなんだよしゴディバとか食べてゴディバやっぱ溶けたら溶かしたらもったいないから、うん、いいとこだからってあれこれいいやつだショコラバどんだけお前アイスクリーム食ってんだよ俺一人で食ったわけじゃねえよこれいいよみんなで食べたろさっきまで食ってねえよ俺さっきも寝とったわあるぞなほらあるぞ悪魔のおにぎりも食って一番高いアイス買ったら誰だよ300、400円ぐらいのするアイスこれこんなちっちゃいので誰だこれ買ってねえよそれはもうパンチドランカー出てるぞそれ買ってねえって言い出した失礼だろそういう言い方差別用語だろパンチドランカー失礼かいそれは差別用語だろそれは差別用語じゃねえだろ食ってんじゃねえかこれは俺抹茶食いねえから入れるわけねえなくなそれさんそのサングラス気に入ってますねえじゃもうこれあれですよ俺のジブとかしてますやっぱり高いだけある交流がうまいまずすげえちょっと一口だけ食べるから食べてくる一口だけ食べるからあと食べてくるねいや、俺抹茶食えねえって言ってんじゃねえか一口だけ食べたいのバカ、俺抹茶食えねえんだ、本当におい信玄餅買ったのはそうか俺っすね食べますうん運転中はい立ち回りにあげてこんなはいじゃねえ1時20分に二人で仲良くアイス食って抹茶餅小さい頃から食べらんだ信玄餅アイス食べる？いや大丈夫です。自分も抹茶食べれない。選んだ。俺も抹茶食べれない。なんで買ったんだよ。あ、なしょうが。お、おさんの車を出してんの。ああ、これでね。何してくんのお前。ちょっと。もう食ったろはもうしょうがない。誰もみんな食えんっていうのはしょうがない。子供だな、本当に道玄坂な道玄坂ありますよ何ですか行きますか道玄坂クリスタル道玄坂下りますかそしたら道玄坂我々道玄坂下りましょうで、これ下ればあれ渋谷のあそこで通るの一日にアイス2つも食ったらもう太るでこれ一日にというかもうものの数時間で2個食べちゃった
ちんちんアイス2つも食った。交番前は右方向、次の信号を右方向、この信号右方向って書いてある。そうでしょ、これ右行ったらだってどこだよね。右だよ、どこで行くのこれ。これでも大丈夫だ。わかった、流れの感じするから。でもこのまま真っ直ぐでも着くな、代々木駅。そうでしょ、はい、ご注意ください。うん、これでも渋谷ではもうちょっとね、もう近いっすね、うん、すげえ溶けてるんだけど、これ誰溶かした人忘れてた。 あ、こぼした。なんだ、うわー、こぼしてる。うわー、いや、ここの中だから大丈夫だよ。やっちゃったよ、今やっちゃったよ。やってない、やってない。社長の車だぞ、お前。やっちゃったよ、今の。どこがやったんだよ見ろよ、どこもやってねえよ。いや、知らないけど。じゃあなんでやっちゃったって言うんだよ。誘導尋問だ。誘導尋問だ。いやいやいや、やっちゃったでしょ、絶対。今、ボロボロって落としたじゃん。あれ、うん、この、うん、こんかこう。全然何言ってか分かんない。もう一回言ってもらってもらってもう一回言ってもらっていいですか。全然何言ってか分かりません。やばい、道玄坂だもん。すごい、もう普通に歩いてる。道路の真ん中、普通に歩いてる。出会いカフェ、出会いカフェ、出会っちゃう ?5 人の女と出会っちゃいます。あ、もう竹間先輩やるっすか今日が。あれって、高岡君を余裕落としたら立花はガストでしょ。ガストに下ろしてタイトルで道場か。なんでなんでガストなんだよ。うっ、あー、もうこぼしちゃってる。あー、こぼしてない、こぼしてない。あー、やっちゃったよ。あー、やっちゃった。なに、あー、やっちゃった、やった。何もないよ、ほら何もない、何もない。あー、やっちゃった。はい、何もない、何もないわけない社長、安心してください。社長、電話して、電話して社長、安心してください。橘は林さんの車にアイスクリームを落としますこぼしてないよ。しかもこれあれだからね、来週の火曜日にはあれですかね、ニコプロに放送されますからね、これは。ガソリンもちゃんと例年連れてきましたから安心してください。65リッター、あれ入れてきましたから、バッチリ。あのさって言われるか、軽油を入れてきましたから壊れる。やばい、俺も 1% しかねえ充電が。このおい、バカ野郎、おい消えたついた、画面が消えたりついたりし始めた。あれ、もうやばいですね。ギブアップだ、ギブアップ。これやべえな、この携帯が。